際県民ベイベー。 Go next。Let's go next! Let's go next! っていうことで、実際に Welcome to Japan! Thank you, thank you! ね、はい、実は、リクトさんは日本に来てました。はい。ね。まあ、プライベートでね、今回来てるんでね。はい。あの、お休みとかって言ってたけど、もう実は、すぐ帰んなきゃいけないんだけど、すんごい忙しい中、僕の、事務所まで遊びに来てくれました。いつもね遠隔だからこういうのちょっと慣れないけど、ちょっとね、うん、不思議な感じするけど、ね、どうやって始めていいか分かんなかったね。照れるね、なんかそうなんで、まあ、せっかくだからね、再建民のみんなは、2人で喋ってるとこ見たらね楽しむんじゃないかなと思うんで、うん、今日はもうわざわざ会って真面目にニックスがどうでもあだもないこうでもないとか言う必要ない、もうやっぱ会えた時はただ楽しもう、もうニックスの話なんてもったいない、ね、もったいないもったいない、うん、もう来週とかもう画面越しにお互いモニター越しにああでもないこうでもないってもういくらでも言う時間あるから、どうせまた3時間セッションしますよ、ね、何もなくても良ければ良いでするしね、うん、ダメだったらダメでするでしょ。ダメの時の方が長いよね。そうなのよ、落ち込んでる時の方がみんな期待してるっていうね。セラピーセッションになるしねうちらにとってはちょっとしばらくセラピーいらないかなこれ。またまたそういう風に調子に乗るでしょ調子に乗っちゃうすぐ3勝1敗だからね、うん、調子に乗っちゃう。あ、じゃあ3勝2敗か今。そうそう、今日やったのよゲーム、俺見れてないのよちゃんと。リクト君も忙しくて見れてないでしょ全然、うん、最後マジック戦までか、うん、しか見てないから、うん、放熱戦もバックス戦も見てないですね、うんうん、でもなんかニックスの話どうでもいいよとかって言ってたけど、うん、1個だけもう不思議でしょうがないのが、うん、キャム何だったのっていう。ね。ね。なんか俺ほんと正式に謝罪でしょこれキャムに。謝罪かな。だって俺覚えてんだけど自分で言っちゃったの、うん、やっぱりこのチームに居場所ないっしょってプレシーズン終わった後言ってだよねとかって言っちゃったじゃん。そうね、うん、あれ何だったんだプレシーズン。いやキャムは、うん、もう分かってたじゃないですか、その素質があるとかっていうのは。素質はね、素質あるある、うんうん、でも波がとにかく激しいから、うん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 、今でも本当に信じれるかは分からない。ちょっとね、うん、いっちゃん最初はまあワンゲームだよとかって言っててね、でその後もまあ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 いいじゃんみたいな、うん、でこの後どうなっかな、まだ分かんないよね。まだダウトしといた方がいいのか。ダウトしといた方がいい。ダウトしてたら、うん、おお、期待超えたな。信じちゃうと、もう、そっから、It's all downhill, you know? It's all... よくやるやつね。たちがよくやっちゃうやつね。そう。しかも、うん、グライムズが今プレーしてないでしょ、うん、そうね、怪我で。だから、うん、彼が戻ってきたら、うん、またローテーションに入るのが難しくなるっていうシチュエーションもあり得るわけ。グライムズの怪我がものすごい心配なんだけど、だってさ調子いいですって言ってさ、プレシーズン出ないんだったらまだしも、そうね、プレシーズン出てまた急に出なくなるっていう一番怖いパターン。そうなのよ。どうしよう、心配、うん、でもこれどうなの、これ戻ってきたらはいじゃあグライムスでってなんないんじゃない、キャムこんな活躍してたら。そうね、うん、だからあのバックス戦でどんな感じだったのかって2人とも知らない、ね、そうなのそうなの、うんうん、どうだったんだろうねキャム。最初の4分ぐらいだけは見たんだけど、うんうん、なんかキャムっていうより他の人たちが頑張ってたからまだそのキャムに注目してなかったな俺。キャム出てないっしょ4分だったら。しかも出てないと思う、うん、うん、そうそう出てない。ブランソンがいいのよ。もうなんか
ついていきますよ。私はもうあなたについていく。もう来たね、やっと来たね、やっと来た。そのまあ、うん、ほら90年代はさ、うんうんうん、こうニックスもなんかポイントガードデレック・ハーパーだとかグレッグ・アンソニーだとか、はいはい、チャーリー・ワード、うん、クリス・チャイルズと、うんうん、こうまあ安定した信じることはできるけど、うん、でもキープレイヤーではなかったじゃないですか、うんうんうん、どっちかっていうとそのビッグマン主体のリーグだったから運び役だよね。それがなんか今回、うん、まあ今のリーグの流れもあって、うん、スコアリングポイントガードの、うんうん、がいるとこうだいぶ楽なんだなっていうのが本当に苦しい展開の時の彼のそのペースのプッシュの仕方とかペネトレートしてからのパスアウトとかで、そればっかりやんのかなと思いきやペネトレートしてからの得意のトリッキーなさ、ね、このパラパラ漫画みたいなねポンプフェイクからまた回ってみたいな、うん、ピッみたいなね、うん、もうたまんない、たまんないねたまんない、安定なのよ。だからスリーとか、うん、例えばね、うん、まあ今パッて出てきたのはドノバン・ミッチェルとかは、はいはいはい、結構そのプレーオフの、うん、肝心な場面でドカーンっていうスリーとか決めるじゃないですか、うんうんうん、でも入んない時はもうなんか3の1か8かっていう感じ、うんうん、ギャンブルね、ギャンブルみたいな感じがするのが、うん、ブランソンはもうペイントの中にまずは入ってくれるから、ね、なんとなくこう、うん、なんだろう、そのシュート成功率ももちろんもっと高いし、うん、なんかね、あの周りのことを考えながら自分が攻めてるから、うん、ただ攻めて行ってさよならじゃないんだよね。そうね、そうで、攻めてる時とかもダメだった時とかもプレーを崩さないで、うん、ポストアップして周り見ながら時間稼ぎしたりとか、そういうのがもうたまんないね、本当に。たまんない、うん、Like he knows what he wants. He knows what he's doing. そうなの、本当なんかもう、うん、去年さほら去年ケンバが来た時、うん、来たね、来たね、来たっつって、やっぱスコアリングポイントがいると違うわっていうのがやっぱり1年なんか遅れた感じだよね、うんうん、あ、これか、これだ、これだっていうのが、鍵盤リハだったんじゃない、うちら。そうね、うんうん、申し訳ないけど、うん、鍵盤リハで彼が本物のポイントガードだね、うん、なんかなんだろうな、キッドとかナッシュとかとは全然違うんだけど、うん、今の時代で一番泥臭くて一番点も取ってくれて、この相手周りも生かしてくれるタイプだよね。そうね、今の時代の、今の時代に必要な、でもプレースタイルがさ、うん、なんかこう90年代をちょっと思い出させてくれるような、うん、今ポストアップするガードなんていない、いないいない、ポイントガードでゴリゴリでしかもサイズないのにね、サイズないのにだっておかしいよねおかしい、考えてみて本当に、うん、それをなんか流行りの大型ガードが、うん、ね、例えばケイドみたいな、はいはい、そうそう、ミスマッチも使ってポストアップもできるよ、うんうん、ああ すごいねやっぱりみたいなね、うんうん、フランチャイズプレイヤーだねみたいなとちょっと違うじゃん、違うね、ね、うん、あのサイズでゴリッゴリポストアップしてそっからまたアラウンドで回ってきてまたもらってみたいな、うん、美しすぎる、美しい、うん、焦らないんだよね、そう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 、俺今回、うん、まあ日本 の、うん、あの電車の駅ってすごいややこしいじゃないですか、うん、あ、駅の中が、そう、うんうんうん、思わない、ニューヨークとかと比べて、まあね、まあね、複雑じゃないよね、複雑じゃないじゃん、うんうん、ニューヨークはなんかもうエグジットはあっちかこっち、そう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 、でも京都駅とか行った時も、うん、どこにいるか分かんなかった、レイヤーがもうね、もうなっちゃってるから、わけ分からない、うん、そういう時にやっぱ普通の人間焦っちゃうんですよ、うんうん、どこ行ける、どうしようどうしよう、うん、ブランソンを
パッて京都駅に入れたら、うん、ね、置いたら、うん、焦らないって絶対分かってるから、あ違う、あ、うん、こっち、あ違う、もう焦らずに絶対に行くべき出口を探す男、うん、あれはしかもたどり着く、たどり着くし、みんなもそこについていけるよね、みんなもついていける、うん、ほんと尊敬できる、もうじゃなかったら京都駅にだってみっちゃんとか落としてみん、一人で、 Yo, he lost, man. he lost. 多分座り込む、みっちゃんの場合座り込んで、もう座り込んだ後にこうやって、なんでだよなんでだよってずっとやるな、ファール多いのよみっちゃん、ファールね、ハーテンスタイルもねそうなの。でランドル京都駅に降ろしたら、うん、多分間違っててもずっとその出口の、あ階段あるっつって行っちゃうんだよ、もう、うん、行って、うん、で結局多分一回出て、うん、もういいやって諦めて、うん、こう京都駅をなんていうの、うん、外側を、外側入れないんだ、入れないから、もうでもまあそうブランさんのね、うん、話に戻ると、うんうん、彼は、うん、こう今のところ調子悪い試合ってあんまないないないから、うん、ちょっとスランプになった時に、うん、どういう風になるのかなっていうのは気になる、うん、スランプがあるとしたら、うん、シュートだけじゃない、うん、だってドリブルとかパスにスランプってないじゃん、そうね、うんうん、だから外じゃ、外だよね、そうね、でも1本決めたらもう行かなきゃいけなくなるから、うん、ね、何本も決める必要ないじゃない、確かに、うん、彼の場合はうん、それなのよ、だからペイントに入ることが第一オプションだから、うん、結局、うん、できるよね、そこがね、なんかこう頼れるんだよね、そうだし本人がいつも言ってるけど、その俺別に目立ちたくてやってるわけじゃないみたいに言ってるじゃない、うん、だから周りがにどん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 自分調子悪いなと思ったら周り生かしてアシストばっかりして、うん、それでも気持ちいいんじゃないかな、本人は多分、そうね、うんうん、ターンオーバー少ないしね、ターンオーバーだってゼロだったじゃない、最近したけどそれまでないもんね、うんうん、聞いたことないよニックスでターンオーバー、そのガードがしないとかね、うん、クリス・ドゥーホンぐらいですよね、おもんない、おもんないって言った姿勢やけど、まあ、めちゃくちゃおもんないからターンオーバーないって何にもしてなければターンオーバーしないから、ね、そういうこと、あんだけそのボールポゼッションたくさんタッチがあって、うん、あんだけオフェンスに関わってて、うん、でターンオーバーないっていうのは素晴らしい、素晴らしい、ね、うん、あのさニックスの話しないって言ってたよね、あれ俺たちそうだ、触りだけしようと思うRJ の話までたどり着く前に、わあ、するちょっとだけ、今状況としては、うん、我々今食事しようって話してんだよね、ああそうね、そうだけど今食事いきなりあって飲食店に行って、ね、うん、こんな機材持ってってカメラ回したらまあ嫌がられるから、うん、じゃあうちのオフィスで僕が今アプリで Uber で近くにあるもので美味しそうなものを今 4個ぐらい頼みました、今まさに、あと30分ぐらいで来る予定なんだけど、それ食べながらああでもないこうでもないって最近どうみたいな話で終わりにしようっていう今最中ね、うん、だ注文は入ってるから多分大丈夫だと思う、まあ待ってる間はじゃあニックスの話して、到着しましたって来て、おお来た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 、すごいねこのアプリタイミングがタイミングやばい何が来たんだろう、なんだろう、あ4つのうちの1つ、そうそうそう4つのうちの1つが来ました、あちょっとサイズ的にはああれ、ね、ブランソンっぽいね、あブランソンっぽいね、まずブランソンが来た、ブランソンが、 ありがとうございます、ありがとうございます、これあれだ、銀だこ、おーっまずブランソン、サイズ的にブランソン銀だこが来ました、 JB welcome welcome to New York welcome to welcome to our office yes sir、 あうまそう、お箸をもう一膳もらおうかな、あっちにあると思う、はこれあれだ、はい、あれ銀だこってあれで食べんの、つゆだし、あ
俺分かってないわ、俺これ。へぇ、ソースだと思ってたね。あ、俺がそういうの頼んじゃったのかも。大根おろしついてる。おお、いいじゃないですか。まあでも美味しい、美味しそう、美味しいんじゃない、うん、うん。これちょっとシェアしようね。はい、うわ、うまそう。スタッフにちょっと俺も手伝ってくるわ。ちょっと見てていいよ、誰もいなくなっちゃうから。ここに、はい、でこれお箸と、はい、してない。食べ方間違ってますよって言われそうだけどね、うん、いやもうこれはオールナチュラルで、オールナチュラルで、うん、リクソ君とまずリンダコのたこ焼きを食べるっていうね。乾杯しないとね。乾杯して、乾杯っていうあれない。これ天つゆだってね。面白そう。関西の方じゃないっけ、神戸だっけ。何がだしでそのたこ焼きみたいな、明石焼きとかそうじゃない。そうなんだ、神戸。そう、東京は多分あのマジでソースだと思う。うんうんうん。 I thought the sauce thing was coming, but anyways、ね、it should be good. Yeah, be good. 絶対うまいね。これディップして、はい、これ使って、はい、ありがとうございます。すごい単純に。ふう、すいません、じゃあ皆さん失礼して食べさせていただきます。はい、はい、じゃあリクト君から。I'm gonna get a box of tissue.OKOK、 ここ置いとこね。必要になったらティッシュもあります。はい、じゃあ食べましょう。食べましょう。Try, try, try. その間に他の注文がどうなってんのかちょっとチェックするわ。OK。いや。日本で Uber したことある？ない。俺もあんまやったことないんだけど、なんかやたらプロモーション的なのが来るか今やってみたけど。早かったね。早いね、さすがだな。来たっつったらピンポンってなったもんね、うん、他の人たちも来て。どうぞどうぞ食べてみてください。いただき、はいはい、どうぞ。マイケル・ジョーダン、いただき。マイケル・ジョーダン、ビールの、うん、いける。うまっ。うまい、うまい。たこ焼きそもそも好き？大丈夫？大好き。あ、よかった。リクト君のな、あれが好き嫌いなくていいよね。うんうん。ゴーヤーだけ。あ、ゴーヤーね。うん、言ってたね。うんうん。ゴーヤーチャンプルとかね、うん、俺は好きだけどね。ただ癖がすごいよね。うんうん。熱っ。熱い？うん。俺猫舌だからちょっとやばいね、それ。やけど級？うん。あ、ほんと？やけどした。うまい。飲み物大丈夫？うん。It's too late. no, うまい。It's burnt already. Yeah, it's burnt already. 今、ドライバーさんにテキスト打ってる。うん。チャリンカーの人たちが、着々となんかアイコンが動き始めたから、近くに漕いできてると思うよ。お。お。いいね。いいね、いいね、いいね。あ、一人すんごい近い人がいる。うん。あと1分ぐらいの人がいる。お、よしよし。じゃあ、食べながら。食べながら、行きましょう。え、そんなに熱いの？うん。あの、一回口に入れたら多分、1分は喋れない。Yeah, I'm gonna crack this then. Yeah, that's smart. そうだね。うん。でも、本当は熱々で食べろって言うじゃん。あ、うん。じゃあ、俺すんげえ猫舌なんだけど、
アメリカの人とかさ、ヨーロッパの人って熱々の料理なくない？ないね、うん、うん。日本とか、もう韓国、中国とか、うん、熱々じゃん。熱々だよね、うん、熱々イコールうまいっていう、うん、そう、熱いうち食べなさいって言われるじゃん、うんうん、痛いんだよあれ。痛いけど、うん、美味しいよね。味わかる？でもあんな熱くて、いや熱いっていう味しかわかんない痛いと熱いと美味しい、うんうん、が全部来るんだよね。戦ってんだよね。そうだね、うん、うわこれいけるかな。ちょっと待って、どんぐらい熱いかちょっと近くでフーフーしてね。フーフーしてね、うん、あ、いけるかな、いけるかな。ちょっとクラックしたから俺ズルして、あ、それなんか何やってんの俺ら。いやいや、びっくりするぐらい熱い。これあれかな、うん、デリバリーだから激アツにしてんのかな、うん、気使ってくれたんだとは思うけど、うん、熱いよね、うん、で普通熱ってなっても、うん、まあまあこう口の中でドリブルしてる間になんか良くなる、うん、良くならないんだよ、ね、熱いまま熱いやつ。あのお風呂とかで足入れて我慢すればいいよとかじゃなくて、違う違う、一回出た方がいいよ、一回出ないと、うん、これ熱っ。ちょっと2分ぐらいクラックしようか、うん、うん、これクラックしないと無理だわ。危ないわこれは。これさ、でもさ、これをさ、冷めてんじゃねえかっていう人がきっと、お、来た、お、来た来た来た、次はどんどん来るね。ねえ、何が来たんだろう。あ、ちょっとサイズ的にちょっと大きくなったよ。グライムズ、グライムズ、あ、これはジャパニーズ高級食材ですよ、これは。あおしー、お寿司届きました。 お寿司、イエーイ、やったー。これはね、近くの板前寿司さんですね。うー、めちゃくちゃ美味しそうじゃない、これ。めっちゃ美味しそう。寿司は何でもいける？もちろん。これ冷たいからもう強気でいけるよ。あ、そうね。わあ、美味しそう。Thank you、ね。で、醤油？あ、醤油あるはず。醤油ディップするのが。すごいよね、このカトラリーとかいろいろ何にも用意しない俺らが。何事も用意しない。でもさ、すっげえ優秀じゃない、つくのが早い ね、 ね、早いし、アプリで、あ、来たっつったら本当にピンポンってなるよね。ね、うん、うわぁ、これ見てる人たちマジなんだよこれって思うだろう、ね、何やってんのこの人たちおかしいっておかしいじゃんって、うん、何やってんの。あ、来た来た、醤油来ました。で、これディープニュースね。Thank you。 俺こっちにディップするから。はい。ちょっとじゃあ、これクラックしたたこ焼き。クラックしたたこ焼きいけると思うよ。もう一個。寿司いっちゃうとさ、うん、たこ焼きに戻れない気がしない？なんか。確かに。あいつら二人ともさ、うん、猫舌だよって、うん、絶対言われる。うまい。うん、割っとけば早く、うんうん、絶対誰かさ、うん、冷めてるよって文句言った人がいるんだよ。絶対いるよ、ね、うん、じゃなかったこんなビビるぐらい熱いので届けないよねあ、うまい、うまい、うまい、ちょうどよくうまい、うんうん、これはいい。これこうの、これちゃんと映ってるの？これ映ってる？こういうふうにティップ、これ正しい写し方じゃないけどね、まあなんとなくわかるよね。そう、結構豪華じゃない？すっげえ豪華、うまそう。
日本来てどんな感じなの食事は。いっぱいいろんなもの食べた。いやもう、うん、食うことしか考えてないから基本、うん、だからもうほんと毎日、うん、1日5食ぐらい食うね、うん、これ多分久しぶりに腹ペコの状態で食べる、うん、で物食ってる、うん、でもなんかそうなっちゃうのよ。あの旅行するとさ、うん、そこの美味しいものなん全部食べたいじゃん。全部食べたい、うん、あの足りないんだよね、うん、日にちが。だニューヨーク行ったらさもうピザ行って、うん、夜ステーキ行ってみたいな、うんうんうん、でまた次の日もなんかビストロ行ってブランチしてみたいなさ、うん、どんどんもう太っていっちゃうのよね。旅行するとやばいね。やばいやばい、うん、日本は美味しいもの多いでしょ。それで言うと多い。もうほんとしかもアメリカと全然違うのは、うん、各州に美味しいものがあるじゃないですか。なんだっけ名物、うんうんうん、名物ってあんまないじゃないですかアメリカって、うんうんうん、like バージニアに行って、うん、ね、じゃあ何お土産買ってくるのって。まあね What you gonna what なんか1個ぐらいしかないんじゃない。メインに行ってロブスターとかね。まあね、1個ぐらいしかない。でも50州のうち、うん、7州ぐらいじゃない。まあまあ食べ物おいしいなっていうの、うん、メインそうね、ニューヨーク、メインニューヨーク、シアトル、シアトルてかワシントンか州は。そうね、ワシントン州、うん、あとニューオーリンズ。あ、ニューオーリンズね、うん、うん、マイアミも美味しいんじゃない？あ、美味しいんだ、うんうん。ロスはどうなんだろう。まあ、ね、まあ、メキシカンフードは美味しい、ね。そうね。まあカリフォルニアでかいしね。うん、まああとテキサス？テキサス、メキシカン。ビーフ？あ、ビーフ。うん。ほうほうほう。とか？うん。ポールポークとか、ポールビーフとかね、そういうやつね。重いもんばっかりだ。そうなの、うん。パワーフォワードばっかりですね。2019年のニックスみたい。ニックスだ。もう。パワーフォワード祭り。祭り。ボビー・ポーティス。すごかった、ね。ジュリアス・ランドル。タージ。タージ。もう一人誰だっけ。あと誰。マーケス・モーリス。マーケス・モーリス。マーケス・モーリスだけは本当に助かったよね。助かった。うん、あ、彼のおかげで今 IQ いるわけだから、うん。本当に本当に。おーおー、来た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 。来ましたさん。すごいね。来るね。もう初めてこんなにあの乱れ打ちして頼んだけどマジで来るね次は次は何だろう。これ何 IQ っぽいんじゃない。 IQ っぽい、うん、次何だろう。あ、これはあれですよ。これは僕らの業界では有名な、あのまあ一般的にも超有名だけど東京の青山周辺は特に有名なこれですね。マイセンのとんかつサンドですね。マイセンのとんかつサンドめちゃ美味しいからさ、現場でももうなんていうの、これ出すとさほんと喜ばれんのよみんな。とんかつはねほんとね日本が誇れるねすごい文化だ。うわ、これ。Yo. これ映す。映る？これ。これさ、食番組じゃないか。映る。間違えてるよね。ライティングとかも全部間違えてると思うけど、みんな分かってくれると思うけど。そうね。うん。ちょっとこれは美味しいやつなんだよ。うまそう。マイセンってさ、青山に本店あるんだけどさ、うん。とんかつ屋さんなんだけど、元、確かお風呂屋さんなのよ。へぇ。で、中の作りが結構独特でさ。もっと銭湯かな、うん、めちゃくちゃ美味しいのよとんかつが。でよく現場でさ青山の近くとかだと、うん、そのこのカツサンドよく撮影の時とかさ、うんうん、みんな頼むともう超テンション上がるわけよ。ちょっと東京駅とかいろんなところデパ地下とかでも売ってるからもうみんな知ってると思うんだけどね、うん、有名なんだ。有名有名。マイセンのとんかつはちょっと食べましょうよ。すっごい雑に頼んでるけどいろんなものどうぞリクト君。初マイセンだよね。初マイセンです、ね、そうそう。うん、とんかつってさマジで、
あったかい。もっと自慢した方がいいと思わない、日本のとんかつってね。うん、クオリティすごいじゃん。すごいよね、うん、で日本人じゃなくても絶対美味しいって思うでしょ。そうそう、まあその、 宗教の関係だけはね、あのポーク食べれないとかっていうのだけはまあケアしとけば、別にまあチキンカツでもいいけどね、それはね。確かに。ちょっとじゃあいただきます。どうぞ食べてみてください。はい、この無言の食レポとかする必要ないんだけどさ。いいね、ニューヨーク帰りたくねえ。あ、This is some good shit. This is some good shit. Yeah. Yeah. うん、これ絶対さ、ニューヨークで売れると思わない？売れるよ。絶対マイセン行った方がいいと思うね、ニューヨークに。なんで行ってないんだろう。わかんない。ラーメンばっかり行っちゃってるけど、俺とんかつとかとんかつサンドめちゃ美味しいから、日本の。確かにね、うん、ないよね。絶対やった方がいいと思う。すんごい独特じゃん、日本のあのジューシーでさ、サクサクでさ、美味しいとんかつ。もうね、カレーもそうだ。カレーもさ、うん、カレーを言ってるの。お、来た、えらい頼んだな。これラストだね、多分ね。ラストだね、これ。うん。うん、いや、優秀だね、Uber Eats。すごいね。うん、すごいね。なんか、あ、これちょっと、ランクが。RJ？ RJ？ これ、ドラフト上位な感じの、ラッピングできましたよ。ね。あらら、なんか大切にされてる感が。これは、名古屋名物。ひつまぶしの店の丸屋さんのこのうなぎのひつまぶしをさ、こう食べらんないじゃない、カメラの前で。うん、だからこのうなぎ、いやば、これ映ってます、うなぎ握り的な。まあまた映し方間違えてんだけどね、ま、ね、うん、食事のあれでしょうがない、直す気もないし。うん、うん、ということで今日は食べましょう。食べましょうか、うん、まあバスケの話でもしながら食べる、気が向いたらね。気が向いたら、うんうん、セカンダリーだね。セカンダリーだいぶ、うん、だいぶセカンダリー。このカツサンドマジでやばいっしょ、これやばい。ちょっとじゃあ、あの結構頼んでますけど、あのちゃんとスタッフも踏まえて全部食べますから大丈夫ですよ。はい、どうしよう。うんうん、じゃあお寿司いきます。ごへんごへん、生ものだからね、先。そうね、先食べた方がいいよ。確かに。これ沈黙の時間長くなりそう。本当だよね。うん、おいしい。オッケー、Amazing. Amazing. 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 みんなもっと使った方がいいね。うん。うん、なんか日本のテレビで、うん、言ってる？言ってた。あ、そう、うん。俺使おうって思ってる。あ、じゃあもう俺テレビ見ないから分かんないけど流行ってんじゃん。Amazing. 流行ってるかは分からん。うん、逆に俺が知らなかった。Amazing. Man, this is amazing. うん。いいね、うん、溶けた、あ、口の中でトロ、うまい、いいね、うん、若いと大トロいけんのよ。もう俺はいけないな。どういうこと？ It's too fatty for me。 あ、大トロはね、中トロまでかな。うーん、もう40過ぎて、まあ人によるけど、何、年を、なんかその油、うん、うん、じゃあハマチとかもちょっとあんまりって感じ。まあハマチは行くけど、でも大トロばっかりをガーってこう行くのはもうちょっとできないな。なるほどね、うん、なんかほら回転寿司とかの美味しいとこでもさ、もう大トロ大トロ大トロみたいなさ、うん、
若い人いけるじゃん、うん、お肉もカルビカルビカルビみたいな。あカルビカルビカルビはきついね、うん、でしょ、うん、あ来たそれもうそういう感じ。もう30ですから、うん、私も30はちょっと早いよ早い早いよ早いよ。30はまだカルビカルビカルビ大トロいけるでしょ。あそう、うん、いやいやもうね、うん、最近感じるのよ。全盛期もう過ぎたなって。嘘本当ピーク過ぎた。ピーク過ぎた。あの食の食の食欲食のがっつきのほんまやばかったから、うん、ピークの時は。あ前はね、うんうんうん、やることもバカだったけどね。例えばそのニューヨークでラーメン屋、うん、夜中の2時以降は替え玉無料っていうところがあって、うん、わざわざ朝の2時まで別に予定もない時にね、たまたまそう夜遊びしてて、うんうんうん、でああ流れでね流れで2軒目行こうぜとか3軒目行こうぜとかじゃなくて、じゃなくてわざわざ2時まで起きて、うん、でそのラーメン屋行って、うん、5回替え玉するとかね。バカじゃん。そういうバカはメインの食事を、うん、その替え玉無料で補充しようとしてたんだね。そうそういうことはもうできなくなった。できないししようとも思わなくていい。やんなくていい。やんなくていい。それはやんなくていい。ちゃんとしたタイミングでなんか替え玉とかって行くのはいいけどね。ねうん、たまたまあの替え玉とか。そういう人 いるの？何？2時まで待って同じことやってる人。ほぼいなかった。俺しかいない。いないよ、ね。俺で、まあ友達も。でもアメリカ人とかさ、ケチだからさ、うん、そういうこと考えそうじゃん。Let's go after 2 minutes free みたいな。まあね、ハッピーアワー文化だもんね。そう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 、うん、だしなんか You get more out of it みたいな感じでさ、うん、考えるじゃん。アメリカ日本はどうなの。でも食べ放題って言ったら日本だよね。もともとね、もともとそのクオリティ良くて流行らせたのは、うんうんうん、これ溶けるね。溶けるでしょ、うん、溶けた。なくなったもん。中身っぽいのに溶けたね、うん、いや行っちゃって、俺いつでも行けるから。じゃあお言葉に甘えて、はい、どうぞどうぞ。板前寿司美味しいな。美味しい。事務所の近くにあるからさ、うん、気になってたのよ。あ行ったことなかった。いやあの前あるんだけどなんかリニューアルしてすっごいおしゃれになったのよ、うん、それから行ってないんだけど美味しいね、うん、相変わらず。うんうん、うんうん、わお、うん、あの全然話変わるけど、うん、ちょっと RJ が心配。えバスケの話、うんうん、もう全然気になってなかった俺。いろんなところに多分トピック、うん、ジャンプするジャンプするから、うん、見出しなしでいい今週。うんね、うん、だってさ、うん、題名つけようがなくない？銀だこ熱い。その後なんかブランソンの話、マイセンのとんかつ、板前寿司、RJ 心配みたい。おかしいでしょそんなの。おかしい。うん、全然大丈夫だと思います。だって You last night で、あの Last night in Japan でしょ。Yeah。だから、うん、You're on the plane so。こっちで編集するじゃん、うん、どっちみちこっち俺かだっけ、うん、まあいいや。でこっちでやるじゃん。 OK。 なんか食事って書いていい？もういい、うん、なんか、うん、いいよ。いい、うん、いいってなんか聞こえる。じゃあ、まあ、あれくださいって言われるじゃん。だってなんかいやもう今回は勘弁して。本当なんか、うん、こんなの細切れにしてたら3時間ぐらいかかっちゃう逆に、うん、尺1時間なのに。アップされるのが再来週ぐらいになってる。いつ食ったんだよこれ。いいと思う。みんなも許してくれると思う。ちょっと、うん、じゃあ心配な。いや俺も心配よ RJ ね、うん、どうしちゃったの。キャムともう真逆じゃん。あのさ、うん、まあほらRJ の理想のポジション、うん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 、
そのチームの中でも優勝する時の、うんね、いずれアニックスも優勝すると信じたいわけじゃないですか、うん、その中でのポジションって言ったらまあ愛されるサードオプション、うん、そうねじゃん、うん、サードオプションって大体シュートが上手くないと、うん、うまくいかない生き残れないもんね、うん、まずサードオプションの役割で言ったらさまあポジション全然違うけどクリス・ボッシュとかねそういう役割じゃないケビン・ラブとかケビン・ラブとかね、うん、捨てられメイン2人にみんながどうしても止めなきゃいけないちょっと捨てられるけど捨てちゃいけないのよこの人って言って決められちゃうっていうねそう捨てて良くなっちゃってる捨てて良くなっちゃってるんだよね今しかも捨てていい場所がゴール下っていうねあれあれどうなの下手になってないゴール下何なんだろういやわかんないもう3年目よだってそうね、うん、心配で心配で毎年言ってんじゃんフィニッシュ力とフィニッシュ力とフリースローって、うん、俺もうデジャブかなと思うもん毎回あのシーズン前のインタビュー聞くとそう、うん、What did you work on RJ?、うん、Free throws and finishing at the goal 、うん、お前3年前も言ってたし、うん、去年も言ってたしこの映像髪の毛の長さぐらいしか変わってないぞみたいないやフィニッシュ力か、うん、コーナー3どっちをもっと練習してほしいいや絶対フィニッシュ力だってスリーはなんだかんだ入るとき入るもん、うん、こうフィニッシュ力はちょっと教えらんないじゃないだって、うん、あのレベルまで行ってフィニッシュできないってもうその何評価につながっちゃうじゃない、うん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 、あれ何なんだろうマジで分からんね心配分からんそれで言うと、うん美味しい。ちょっと美味しいよ。ご飯の量が結構多いから、うんうん、ちょっと考えた方がいいかも。考える。もごもご言ってて何言ってかかんねえよって思われるかもしれないけど、ご飯の量がまあまああります。オッケー。じゃあ、うん、中がかりで今。うん、中がかり。英語のね。中は噛むね。中じゃないから日本語の中おっさん二人何の係だよそれあのじゃあ RJ そうそうそう、うん、それで言うと、うん、意外とこのここで成長っていうのが、うん、ジュリアスじゃないそう、うん、そうどうしたんだろうニコニコしてるもんニコニコしてるね、うんなんか怖いんだけど逆にね怖いんですよ逆にブランソン来たことで一番変わったのはジュリアスそうなの予想できなかった、ね、予想全然できなかったね、うん、まず、うん、走るでしょ走る、うん、でディフェンスでも頑張ってるでしょ、うん、まあこうリーチしすぎてファール取られるとかっていうのはあるけど、うんうん、とりあえずこう頑張ってるなっていうのが分かるし、うん、あとボール持たないドリブルしすぎない、ねうん、変なジャンプしてからのパスね、うんうん、適当なパスも少なくなって、うん、しかも、うん、新しい技も覚えて、うん、何覚えたフローター打ってるそうだフローター打ってる、うん気持ち悪いんだけど入るよねあれね気持ち悪いね、うん、入っちゃうね、うん、安あとさ、うん、前よりカッティング入れてるよね前よりカットしてるし、うん、いやもういや言うことないのよ今のプレーに彼のカムがかりはいカムがかりそうだからさこれ正式に謝罪じゃないかな、うん、また、うん、ねキャムにもしたけど、うん、ランドルに、うん、もうちょっと待とうか、うんうんうん、ね、うん、
今はなんかいい子ちゃんぶってるかもしんないから、ちょっと急に嫌われたくないじゃないあいつ、うん、急にこうなってさ、うん、いや俺がって、うん、ブランソンどけどけみたいなね、うん、やらないと思うけどこんだけバッシングされたら、うん、でもニューヨークのファンが彼を変えたと思うよ俺は。そう、うん、だって去年本当に嫌われたじゃん、うん、同じことやらないし、でトレード要求もしなかったし、うん、フロントももう一回彼を再生させようとしてるじゃん、うん、でもういらんいらんってこちらずっと言ってるけど、うん、本当に変わった姿を今見せようとしてる気がしない？なんか、うん、こんな爽やかなジュリアス見たことない。そうなのよ、うん、爽やかなのよ、機嫌いいしめっちゃイケメンに見えるし、うん、なんかもう去年は、うん、もう同じ部屋にいるだけで嫌、うん、だなって思うような感じが、今はなんかロッカールーム内もさ絶対みんな分かってて言えなかったよね、うん、あれね、本人にね絶対そう嫌われてたとまでは言わないけど、うん、でもちょっと気まずいなっていう、そうそう、例えばドゥースとかがね、うん、入ってきてちょっとなんかあの先輩なんか、うん、うん、話しづらいなっていう感じだったと思う。機嫌いい時はいいけど、あ、地雷踏んじゃったらやだなみたいなね、うん、特にあのパソコンパーンとかってやってさ行っちゃったらもうみんなええみたいな、ドン引きしちゃうじゃん、うん、リーダーがあれやっちゃいかんよって言って俺らにやんやんやんやもう一夏中言われたわけじゃん、うん、出せ出せランドル出せって、うん、今週中にトレードしないとまずいみたいな、うん、あれ絶対聞こえてるじゃん、聞こえてる、うん、今の選手特に聞こえてるじゃん、うん、ツイッターとか見てるし、なぎま、そう噛んでて言えなかった。 It's a mouthful but、うん、いいよね、 So good、うん、今回全部当たりじゃない？全部銀だこさ、もしかしてチャレンジするけど、うん、ノークラックでいけんじゃない？これあもう大丈夫でしょ、さすがにさすがにね、さすがにノークラックでいける、うん、うわ、うん、あ全然平気、うん、これでよかったんだけどね、持ってくるの温度これでちょうどいい。誰か死ぬぞあれマジで何にも言わなかったら確かに、うん、根性のあるやつとかだったら俺たちみたいにとかって言わずにアメリカとかだとさなんか This plate is extremely hot みたいな書いてあるじゃん、うんうん、絶対書くべきだと思うよ、うん、銀だこ完食しました。完食、完食しました。美味しい、美味しかった、美味しくいただきました、うん、銀だこさんありがとうございました。ありがとうございます。すんごい美味しかった、うん、まあ、あとはゆったり食べましょう、うん、でも RJ ちょっと心配だ。キャムと RJ がこうなっちゃうんだよね、どっちか、うん、どっちかしか活躍しないね、あれね、ね、両ウィングやっぱりあの二人にするっていうのが一番、ブランソンがね、うん、トップにいた時に腕長いし、うん、すんごいキャムって腕長いよな、長い、手足、うん、だからキャムだけさ遅く見えんのよ動きが、うん、試合中わかるわかる、なんか本気出してねえのかなって思うんだけど、うん、ビョーっていくじゃない、うん、でいや飛ぶの早えよって思ってもダンクとかできちゃうじゃん、すごいね、うん、だから腕異常長いんだなと思って、うん、確かに、うん、でさ彼左利きのフィニッシュが上手だね、うん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 、そうね、左手のあのフィネッスはちょっと、うん、あの RJ よりいいんじゃない？フィニッシュ力で言ったらキャムだよね、うん、うん、あの人さ、うん、ショットセレクションが最大の問題だったじゃん今まで、はい、とかプレーセレクションが、うんうんうん、なんか急に学び始めたのかな。そうね、うん、やっぱボールムーブメントはこうチームで4人がこうまいことボール回してたら
キャムも、ね、それを崩してまではバッドショットしないじゃないですか。だからなんかこう他の4人の影響かなって思うときは4人が立ち止まってキャムがにらめっこから、うん、なんかもうこんな始めたときはおおってなるから、そうそうそう、うん、一回ちょっと一回誰か待たせってなる、そう、ね、あれさえやんなければ全然いいけど、そのトランジションで彼がドリブル2回ぐらいでカバーできるあの面積がちょっと今までの人より全然多いよね。多いね、うん、あのニックスにはあんまりいない ね、 いないね、うん、いないいない、うん、ちょっとどうこの20年で一番ああいう感じの誰、こう長い長い系、長い系で長いだけじゃなくて、そのいないんじゃない、いないよね、うん、コーストコーストでいないんじゃない、なんかインパクト的には多分頑張ったらスプリーみたいな感じなんだろうけど、スプリーもそこまで異常に長いって感じしなかったじゃない、そうね、うん、彼はもうなんかシューティングガードっていう感じ、いないんじゃない、 3番とかであの長さでだ、なんか変なのよテンポが、うん、さっきも言ったけど遅っく見えるの、うん、手足が長すぎて落ち着いてる風に見える、うんね、けど多分めっちゃ速いんだと思うよ、でかくて、うん、でかいっていうか長くて速いんだと思う多分、うんうん、ロナルド・ボルクマン、ああボルクマンね、うん、今俺も言おうと思ったけど、でも うまさとかポテンシャルで言うとね、うん、あの新人の時のトレバー・アリーザとか、ね、ああそうね、うん、ただそこまでハンドルはなかった、ね、うん、彼の場合は、いやだから取っておきたいのよ、だって俺たちドラ1券あげてるからね、あげてるからね、うん、一応そんなになんか貴重なドラ1じゃないとは言え、うん、まあにしたってね、うん、だからうまくいかなかったらフロント大失敗だったのよ実は、確かに、だそれで言うとどうなんだろう、キャムはこの先どういう選手になるんだろう、結構いいロールプレイヤーになったら最高だよね、うん、ロールプレイヤーになれるかなっていうのがそこがポイントやね、うん、メンタル的に俺はロールプレイヤーだっていう風に頑張れるか、やっぱもう今までメインの選手として高校生とかの時も、うん、ね、アンソニー・エドワーズが、うん、そうね、そうね、あいつキャムはやばかった、うん、俺たち相手に50点か40点か忘れたけど、ね、取ったとかっていうような、うん、もうアルファドッグですから、うん、だからコービー路線できちゃってるからね、うん、高校生とか大学とかまではね、うん、それをね、うん、いきなりアリーザとかになれるかって言ったらちょっとね、うん、だからイグダラ的な感じになってくれたら最高だよね、うん、むずいね、むずいけど、うん、イグダラはまあバスケ IQ すごいからいい感じでスイッチできたと思うけど、うん、キャムがそういう人間性になったらすげえなとは思うけどね、一番の問題が IQ が、そうなのそうなのよでも考え方、やっぱああいう人たちって自分のさ、うん、居所が見つかったらやっぱりさ、うん、3年でバストより、うん、ね、16年選手とかにね、うん、それがスターじゃなかったとしても、うん、なれる方がいいって5年目とかでやっぱ切り替えた方がいいと思うんだよね、そうじゃない人は、うん、レブロンとかは違うじゃんだってね、うん、そうね、うん、レブロンとかザイオンとかはずっとフロントで行かなきゃいけないけど、うん、そうじゃない選手ってそのね、Get in where you fit in みたいな感じでさ、うん、ね、それが序列が決まってくるじゃない、やっぱ NBA って、うん、そこで決まるんだよね、そう、そこであがかない方がいいと、うん、なんかまあそれができない選手もいるじゃないですか。うん、だから例えば、
誰だろうな。まあこれできないカテゴリーにするのは失礼かもしれないけど、うん、トレイバークとか、うん、あそうね、すごいミシガンではもうアルファ、そうだね、すごかったじゃないですか、うん、でもやっぱロールプレイヤーになるためのサイズはないし、うん、あのディフェンスでもどうしてもアタックされちゃうしっていう、能力的にできない選手もいる中で、うん、キャムは能力はあるわけ、どっちもできちゃう、うん、だからそこをちょっとうまいこと、だからさ、うん、そのそういう時間帯が来たら、うん、俺やるよみたいな、うん、でもそれ以外の時は仕事もするよみたいな、そういうスタンスでいてくれたら最高だよね。そう、ね、そうテイクオーバーする時もあるし、うん、別にしなくても、うん、だからってなんか機嫌悪いとかっていうないよみたいな。ニックスでやってほしいな。やってほしいね、うん、ジュルーとかみたいなスタンスだったら最高だよね。わあ。ね。クレイとかもそうじゃん。クレイも ね、うん、別に自分がさタッチがあろうがなかろうが、うん、やるときはやるけど、あでもなんかどうぞって言われたらもういくらでもやりますよみたいなさ、うん、そうね、うん、難しいな、うん、はい、そういう意味では、うん、この先、まあほらさっきも言ったけど、うん、いずれはニックスも優勝してくれると信じたい。その話でさすっごい俺思ったんだけど、うんうん、生きてる間にニックス優勝すると思う？まあちょっと生きてる時間違うから、あのもうちょっと時間あると思うけど、特に俺とかそのプラス20年弱があんま意味ないっていうパターンもあるよね、うん、今までの俺たちだったねこの20年間あっという間だったからね、うんうん、いやこれね、うん、すごいよく考える、うん、たまにその寝れない時とか考えるんです、うん、マジで。俺もね運転してる時に首都高とか走りながら考えて、うん、あっという間に会社ついてたりとかするんだよ。あやっぱそう、うん、もう答え出ないじゃない。出ないね、うん、もうどの辺かな、この辺かな、いやでもファイナルとか行ったら OK にするかなとか。 OK に、うん、保険したくないよね。したくないんだよね、うん、だけどでもなみたいな。今の状況で考えたら、例えばプレーオフ2巡目に5回連続出るだけでもだいぶ幸せだなとかさ、うん、あるじゃん。そうね、うん、保証されてないのがちょっと怖いよね。そうなの、優勝、うん、その別にローテートしてるわけじゃないから。そうそうそう、本当に人生で1回もうんね、もう生まれた瞬間からニックスファンなのに、うん、もう死ぬまで、うん、じいさんになって、うん、死ぬまで一回も優勝しない、うん、切なくない？だそういう人いっぱいいんのよ。いっぱいいるし、うん、あ俺もいつかなるのかな、そういう風にって。俺たちもそのグルーピングだったのかなって、うん、ふとした時に考えるのよ。いやいや、俺ギリギリ俺ギリギリしてるから、ね、俺ギリギリしてるからそうだそうだ、記憶ないけど、な記憶ない、うん、もう生まれた年だからおぎゃー優勝みたいになっちゃったからもういざとなったらもうそれカウントしたら、うん、それはもうだ、もう苦し紛れに俺の墓石にはリング1個ね、うん、無理やりつけるけど、うん、でも本当のやつ欲しいじゃない。本当のやつ欲しい ね、うん、だから死ぬまでに一回でいいかな、ね、だからさ結構その、うん、ウォリアーズファンとかさ、うん、まあボストンとかもね、まあちゃんと優秀だから絡んでいくじゃない、うん、まあレイカーズも一回やってるか、うん、だから同じような気持ちで味わえで、ちゃんと成し遂げたのってバックスファンとかじゃない、それで言うと。ね、そういうやっぱりヤニスぐらいの世代を超えたスーパースターみたいなタレントをちゃんとドラフトで取るか、10
15巡目ぐらいで発掘して、うん、もう宝くじ大当たりするか、うん、なんかしなきゃダメだよねやっぱりね。そうなんだ、うん、フランチャイズプレイヤーをドラフトしないかったらきついんだよね。きつい。結局フランチャイズプレイヤー全くいなくて優勝したチームって何？ピストンズだけ？2004年ピストンズ、うん、なんだかんだスパーズだって絶対いるじゃん。いるね、ダンカンとかいるから、うん、で、うん、最近で言うとそのレブロンかカリーかどっちかが絡んでるでしょ、うん、でヤニスが絡んでるでしょ、うん、ないんじゃない？だからないかもね、うんうん、ないよね。ないレイカーズだってコービー、シャック絡んでたでしょ。セルティックスだってあの3人が絡んでたでしょ、うんうん、ないよね多分。ない、うん、結局必要なのよ。必要だね、うん、いやー、まあ、最後にトッピングみたいに来てくれたらいいよね。うん、うんうん、それこそね、セルティックス2007年のセルティックスとかはまあまあ、KG とレアレンがトッピング、うん、そうだよね、うん、ピアスがいてね、ピアスがフランチャイズプレイヤーみたいな、うんうん、ああそうじゃないときついのかもね。ああでもね、マブスだって結局はダークが、まあ、のびさんいたもん、うん、のびさんいたよ、やっぱ大黒柱がいたもん。ちゃんと一人はいないとダメなんだよな、一、うん、人誰かちゃんとこいつと心中できるっていうやつがいないとダメだよね、うんうん、それがもう河合のレンタルみたいな、ああもうレンタルみたいなのでもレンタル大黒柱でも全然 OK よそれは。 That's all we need. One. That one, yo. One. That's all we need. それだけじゃん。そう、そんなわがまま言ってないっすよ、うん、ニックスファンは。だから周りだけ揃えて待っとこうよ、うん、ね、うん、誰か機嫌悪くなるから。そうね、うん、でも揃えても、うん、揃えたやつらをトレードしないといけないって。だから FA じゃないやっぱり。ああ、うん、なるほどね。待つ待つ。だからカーメロとかのことを待ってたらもしかして違う。そう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 、なってたかもよ、ね、うん、その時のアマレとのね、うん、具合もあるけどなってたんじゃない それは。いやだから今さだんだん揃ってきたじゃん、うん、そうね、うん、だからいいと思うよ。うん、いです。ワイプです。いい。やっぱうまいわ。やっぱりどうしましょう。誰か一人必要だな。うん。誰かな。今いる人じゃないかもね。そうね。うん、今高校生とかの。そうね。うん。パオロとかさ。なりそうじゃない、うん、なるかもね、うん、すごいよね。あすごいねあれね、うん、いいね、うん、あとさ開幕戦思ったけど、うん、じゃすごいね一人だけテレポーテーションしてるじゃんスピードが、うん、あれはすごいわ、うん、サイズがないけどでもああいうタレントだよね、うん、ああいう人。ジャがすごいのは、うん、こう、もうウィングとかビッグマン、うん、スキルのあるビッグマンのリーグに完全にもう映ってる時に、うんうん、ああやってパッて一人だけじゃないですか、うん、あんなドミネートで、うんうん、まあトレーとかもいるけど、うんうん、あんまいないよね、うん、最近の。そうね、小柄系で、まあ完全にディフェンス面では狙い撃ちされてるけど、うん、だからチームディフェンスがどうしてもね、うん、レーティングとか低くなっちゃうけど、うん、ただその目で受ける印象は強烈だよねやっぱり。すごいね、うん、それで言うとさ、うん、総太郎さんの、うん、こう中で、うん、じゃあみたいに、うん、うわえげつなっていうプレーを、うん、もう20年後でも絶対忘れないみたいな、うんうん、
選手ってこの何年間かで、いや、意外でも若い時は、うん、やっぱアイバーソンとか見た時はなんじゃこりゃと思ったよ ね、 もうね、絶対ちっちゃすぎるし、うん、絶対ぶっ壊されるだろうと思ったの。あばらとか折られるとか腕折れちゃうんじゃないのみたいに思ってたけど、あの人は相当タフだったね、やっぱりね。倒されても、うん、しかももう向かっていくって向かって行くしかない時代だったじゃん。そうね、うんうん、ワンオプションじゃん。そうだね、もう、うん、もう当たるよっつって当たるみたいなね。外からスリーバンバン打てるような時代じゃなかったからね、うん、なんか打ったとしても逃げてるみたいな目で見られる時代だったじゃん。うん、だからそれはすげえなって思ったね、うん、最近はでもいや化け物だなと思ったのはやっぱり生で見たあのレブロンのアリウープの高さは本当に2階半か3階に近いぐらいの目線の高さになった。人間がこんなところにいるっておかしくないって思った。それをカジュアルにやったのよ。ダンクとか別に何回も見たことあるけど、あんなダンクは見たことないっていう。ちなみに何年の？それはね、あのエキゼビションっていうか、そのオフの時にピックアップゲームで中国でやったナイキのイベントで見た時に、もう完全にそこら辺のあの学生とかも入り混じりながらの何人か、あの時ボッシュ来てメロ来てナイキ軍団みんな来たのよ。おお、え、何年だ？ね、でも10年前ぐらいじゃないかな、多分。じゃあもうヒートの時か。ヒートの時、うん、あーもうじゃあ全盛期の全盛期だった。ふうそれは2階でも3階でも、うん、頭が、うん、もうほんと冗談抜きでバックボードの上の角と同じぐらいの場所にあったよう、ね、なような印象。1ドル札がバックボードの上にあったら、それを小銭で1ドルクォーターを4つ置けるぐらい、置けるぐらいの滞空時間とかも。それできるのってレブロン、うん、誰、ドクター J とか、ドクター J、 ヤニス、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 ジャンプ力、腕の長さかな、うんうん、ドクター J、 ままでできそうだけど、うん、ドクター J、 あとはあれ、ドワイト、ドワイト、うん、あれはビンス、ビンス、うん、アトランタのドミニク、ドミニク、ドミニク、うん、かな、かな、ビンスはできただろうな、ビンスはできたね、うん、いや本当にアリウープのパスが、うん、俺本当にあの場外に行っちゃって下手くそと思ったの。パスどこ投げてんだよって思ったの、うん、投げたやつが、うん、そしたら普通に取って遠目からガンっていったのよ。だタイミングもずれてるし、うん、高さもないないと思ってたの俺は、うん、適当に投げてみたいな、なんかもうちゃんとやんないとみんないい写真撮れないじゃんと思ってたら、うん、ガシャンってで、別にその無理してる感じじゃなく着地も普通だったのよ。普通無理して着地失敗するじゃない、だから、うんうんうん、全然普通だったのよ。バケモンだね。ああバケモン、しかも全然アップとかやってないのよ、取材ばっかり受けてるから。だからさ一生懸命じゃないんだよね、ダンクが、うん、うちらの周りとかってさ、うん、Yo I'm gonna dunk watch me dunk みたいな感じで、うん、もう助走めっちゃつけてさ、にゃーっつって言って、うん、もうギリギリ入ったかみたいな感じのダンクじゃん、うん、違うのよ、もう取ってあれゴールどこだっけみたいな、もう中見えてもうもうかんよ。もう1回でもいいからやりたいよね、うん、人生。俺ねでもあんな高くまで自分で飛んだら怖いと思う、その自分のジャンプ力に。本当にビビるぐらい高かったのよレブロン。だからさ、うん、じゃあは、うん、それを
190センチでやってるわけじゃん。そう、ジャーはやってるね、うん、それで言ったら。だからもっと見た時にインパクト強くなるのかな、うん、それで言うと。いや、すごいんじゃない、うん、レブはだってガタイもでかいから、うんうんうん、筋肉すごいんだろうなって思うけど、うん、ジャは本当にサマーリーグとかでジーパンとかで来たら普通の兄ちゃんよ。だよね、うんうん、本当におしゃれな、なんかモデルさんかなみたいな感じだもん。 That's crazy、うん、あ、一人忘れてた、神様忘れてた。ああ、まあ、あの人はもちろんね、ジョイングです、うん、え、そっち、うん、あ、もう一人の、もう一人のか、うん、もう一人。え、ちょっと待って、神様のメインはジョー・イングルスで、うん、そうそうそう、サブ神があれなの？うん、その大丈夫、ジョー、うん、ジョーがちょっともう休みたい時はダーティージョー。最近ダーティーレッテル貼られてるじゃん、結構。そんなダーティーなことやったっけ。わかんない、なんか記事が上がってたな、なんだったか忘れた。ああ、なんか、あ、河合の時かな。河合の時かな、うん、いや、もうまあまあ、お互い様じゃん、お互い様で、あれはいろいろあった、うん、うん、いろいろしょうがない。あれでもさ、うん、え、バックスいいんだよね、バックス。不思議な、不思議すぎ。あと、イバカのバックスめちゃくちゃ不思議だった。俺最初のその何分かで見たんだけど、うん、いや、なんかでもちょっと落ちたね、イバコは。まあ、あのブロックとかガンガンやってて全然、おお、さすがだなと思ったんだけど、その、うん、キレ的な、動き的な、いや、うん、この何年間かでだいぶ落ちて、ね、うん、去年だっていたじゃないですか、うんうんうん、で全然プレーオフとか、まあね、ほとんどプレーしてなかった。そうそうそう、どうしたんだろうと思ったんだ、うん、背中相当悪いよあれ絶対、うんうん、なんかスティフだもん動きが、うんうん、イバカの全盛期もすごい、えげつなかったね、うん、あれなんか現役選手のタイトル持ってるってなんか言ってたな、ブリンが。ブロックじゃないかな、うん、イバカ。どういうこと？え、その今のプレイしてる、うん、カレントプレイヤーの中でのブロック記録みたいな。あ、通算。通算みたいな。へ、なんかブリーンが言ってたような気がする。まあ確かになと思って。そうね、何回かブロックリーダーになってるからね。OKC 時代はすごかったもんね。うん。そうね、イバカ。まあ、OKC 時代が一番インパクト強かったからね。今考えたら OKC ってすげえチームだよね。ラスいて、KD いて、ハーデンいて、イバカいて、んで、あと誰いた？マーティンとかもいたでしょ、一時期。マーティンは後だな。後だ。ハーデンとのトレードだったから。あとは、今、ビッグ3とイバカいたっけ？言った。まあまあ、ケンドリック・パーキンスとか、ジェフ・グリーンとかいたね。彼らも、うん。あと一瞬だけ仲悪かったけど、レジー・ジャクソンもいたでしょ。レジー・ジャクソンおったわ。仲悪かったじゃんよ。バックアップポイントだ。そう、それでなんか、俺出ていくぜっつって、ラスがぶち切れて、ふうみたいな。ああ、あったね、うん。で、レジーもレジーでなんか、うん、バックアップ嫌だったから、うん、なんか自分の靴にスターティングポイントガードとかってなんかマジックで書いとったいやー、負けず嫌いやね、みんな。いや、でもすごいね、それ考えると。セフォロー社とか、ね、ああ、そう、セフォロー社いたね。うん、だやっぱり結局ファイナル行くよね、うん、勢いじゃなく、うんうん、このね、ニック・コリソンみたいな、そういうロールプレイヤーもいたわけだし、揃ってたね。そうね、もったいなかった。あれずっとね、いたら勝ってたと思うけどな。うん、ハーデンのあのあれ、プレスティがケチんなかったら、うん、いたんじゃない、全員ね、え、うん、で2013年に優勝して、うん、じゃあちょっともう一回やるかみたいな。だ、そしたら多分ウォリアーズのあの記録にも、もう違う記録になってるよね。ウォリアーズも優勝してたか分かんないもん、ね、分かんないし、スパーズの最後の方もちょっとよく分かんないし、ロケッツなんてそもそも結成されないもんね。そうだよ、
ハーデン行かないから。行かない。ドゥワイトとジェレミー・リンで、うんうん、と、うん、そんなもんよ、多分。インサニティ2ポイント王が、うん、起こってたからね。それでなんか苦し紛れに多分いろんなダントーニーと一緒にやるみたいな。うんうんうん。いやー、ほんとさ、うん、一つのトレードとか、うん、フリーエージェントサイニングとかがなかったりしただけで、うんうん、ガラってリーグって変わるじゃないですか、うんうん、タラレバの話で言うと、うんうん、まあキリないけどね、うん、でも楽しいよねそういう話する楽しい。でも俺たちなんてそれで言うと遡ったら、うん、ポルちゃんが誰になったみたいなあったね。あるじゃん。どんどん遡っちゃう。今どういう感じだ。OB になったんじゃない結局は。え、ちょっと待ってよ。デニス・スミス、あ、デニス・スミス・ジュニア、一回脱線していい？はい、どうぞどうぞ。いいよいいよ。なんかいつの間にかスターターになってすんげートラッシュトークしてたのよ、あいつ。放熱戦は見た。うん。OK、じゃあちょっと教えてください。僕は放熱戦見てないんで、うん。あ、俺もちょろっとしか見てないんだけど、うんうん、すんげえどうやってたのよ。点数結構決めてて、うん、もう、なんか俺が放熱のガードだみたいな。うんうんうん、で、めちゃくちゃトラッシュトークしてて、めっちゃなんかフリースロー中とかもめっちゃトラッシュトークしてたのよ。おなんでそんなキャラだったっけみたいな。うん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 、でもなんか話聞いたらさ、うん、オフ中にもうちょっと諦めて、うん、その NBA、うん、NFL のディフェンスバックになるためにトレーニングしてたんだって、うん、マジで、うん、それぐらい多分崖っぷちだったと思うのよ、うん、で多分ひょんなことで偶然から偶然偶然偶然で多分サマーキャンプの、うん、なんかちょっと来てよって放熱言われてまあ行くかっつってさ、もう NFL にトライアウトするしようと思ってた人なんて失うもんないじゃない。そう ね、だからもう関係ねえよみたいな感じで多分シュル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 残っちゃって、うん、でレギュラーシーズン始まってももう関係ねえよ俺っていう感じでもうブチギレプレイしてんのよメンタル的にね。いい感じどこいい感じに結果出てんのよ。なんかその別にそのプレーメイクがどうのこうのじゃないよ、うん、でも彼ほら得点力とか爆発力じゃない。それもさすっごい考えすぎちゃっててニックスの時ってもう何やっていいか分かんないみたいになっちゃってたじゃん。ひどかったね。そう、うん、全然別人で今ちょうどラメロもまだ怪我してるから。そうそう、だからもうその間に俺やったるわみたいな。あ、そう、うん、もう吹っ切れてる。すごいね、うん、別にいいよ来年いなくてもみたいな感じよ、うんうん、まあどうでもいいけど、うん、その NBA あかんかったらもうじゃあ NFL でいいわっていうのもすごいよね。そう、すごい話、ね、NFL の人たちにもまあまあ失礼な話だけど、まあ、まあでも、うん、狙えちゃうっていうのはすごいなと思う。すごいよね、うん、トップアスリート、ね、そうそう。で俺たちはさ、いやもうサイズないからとかって言ってるけど、うん、多分 NFL 行ったらそんな背高い方かもしんないじゃん、ぶっちゃけ。そうね、うん、6-3 ぐらい、ね、そう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 。それでディフェンスバックとかだったら多分反応めっちゃ良くて、うん、パスとか全部パスカットして、うん、まあランプレーとかのタックリングとかどうなのか分かんないけど、でもそもそも高校とかでバリバリ多分両方ね、両方やってステートチャンプとかなってんだと思うのよ絶対。だから多分ねすぐやれちゃうんだよね多分ね。It ain't fair. そう全然違う。あのね、yeah. 夢見て努力とかさ、うん、あのもちろんみんなに頑張ってほしいから夢見るのとか全然ありなんだけど、努力とかもう違うなっていうレベルの才能も大事だよね、うんうん、とか、あ、もう生まれた時から違うなっていう人はいる。いるね、うん。で大体もう NBA のほとんどが、うん、そうよね、うん、そういう、そうよ、うん、だ日本のプロ野球で言ったらみんながさ甲子園とかにさ大スターで行って、うん、その中でもプロで行ける人がさ、うん、何パーセントとかの
ね、世界で日本の野球のレベルすごい高いからそういう感じじゃない、うんうん、NBA はさそれの世界版なわけじゃん、うん、だからローテーションプレイヤーでさミニッツもらえなくてさあんな使えねえよとかって言ってるけどそんなやつはさもうその国のスターだったりとかするわけじゃん。そうね、うん、もうエルフなんてすげえわけだよ。エルフすごいかな。おいリスペクトどこにでもデニス・スミス・ジュニアだって同じこと言ってたからさきっとすげえアスリートだよね。いやすごいよ、うん、すごいよ。だって忘れられないよあのデューク戦での、うんうん、3-2-1もう、まあ、NC ステートも勝ってたけど、うん、飛んでた。でももっとすごいのはそういうふうに大学で、うん、なんじゃこいつ化けるんだなっていう選手が、うん、そうやって NBA に入ったらもう崖っぷち選手になっちゃう、うん、とかロールプレイヤーとかね。ロールプレイヤーになっちゃう。ロールプレイヤーになってその長いことやったら偉いと思う。そうね、そのスターです、スターじゃなくなっちゃった、はい終わりっていうのが悲しいなと、うんうん、だパッド・ベブみたいにいろいろとアジャストできて、うんね、高校では36点アベレージしてても、うん、でディフェンスもやったことなかった、うん、高校では。でも NBA に入ったらそれじゃもう生き残れないから俺はじゃあディフェンダーになるとかって、うん、そうやってアジャストできる選手が、うん、結局はまあ偉いし生き残れるんですよね、うん、まあ怪我とかもあったからそうだけど今のローズなんてすごいよな。すごいすごいすごい、うん、本当すごい。だって大スター中の大スターのもうシーズン MVP なわけじゃん。どうも ねMVP 一番世界で一番上手い選手、しかも最年少 MVP だもんね、うん、3年目で。そうわけわかんないっすよ。ヤニスが急にだからすんごいバックアップに自分からなるようなものじゃない、うん、そうね、うんうん、まあこうまあね、そのね、怪我とかね、なしにしてほしい。でもヤニス一回膝変な方向に曲がって次の日普通に出てきた時びっくりしてたから、ね、あれはないわ、うん、あれ一回いや絶対切れてた。あれおかしいもん、こうなってたじゃん、うん、だってツルみたいになってたから、ね、ほんでその次の日、うん、なんかどういう、いや、あれは、あれは、うん、おかしい、おかしいよね。あれはもう NBA の中でもおかしい。パーツ替えしたね、あれ。パーツ替え、うん、本当すごいよ。そうなのよ。だからなんかすごい人生すごいよね。人生すごい、うん、NBA の人生ってすごいよね。そうね、だってみんな行ってさスターになるために全てをかけていってるわけじゃん。まあゴルフにしたって全部一緒だけどね、うん、野球にしたって。でもやっぱりそういう最終的にはさやっぱヒエラルキーじゃないけどさ、うんうん、こう山形にこうなっていくでしょ、うん、でそこのトップティアの中でもどこにフィットしていくかみたいなのがあるわけじゃん、うん、すごいなと思う。じゃあちょっとさ、うん、まあパッて出てこないかもしれないですけど、うん、逆にネガティブなね、うん、そのこうなんでアジャストできなかったんだろうっていう選手はいる今までで。いやでもちょっと違うかもしれないけど心情的にそう思ったのはドゥワイト。あ、うん、なんでもっと自分のやれるすごそのおあの落ちてからじゃないよ、うん、絶頂期の時マジックの、マジックから、まあ、レイカーズ行ったぐらいの時とかって全然ビョンビョンしてた時、うんうんうん、なんでもっとその怪我前ね自分のすんごい得意なことで、うん、もっと誰もたどり着かないジャンルにもうドミネート するんでいいじゃんと思ったんだよ。なんかそれをさあのラジオのとこ弟子入りしてさ急にポストアップしてさなんかダムダムしてなんか得意じゃないことにこうすごい意地張っちゃったじゃん。なんかそうね、うん、うんすごいもったいないなと思ったあれが。それこそやっぱセンスってあるからね、うんうん、
俺はちょっとポストプレーのセンスねえなって気づいて、うん、でもそれ以外のことでさ、うん、もう、うん、なんかもう世界をドミネートしてたじゃん当時は、うん、いやもうレブロンがドワイトぐらいだったもんね、そう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 、あの時は、うん、なんで違う路線に行ってなんかポシャっちゃったかなっていうのはすごいある、そう、もったいなかったなと、まあ、怪我も来るもう運命だったのかもしれないけどね、そうね、うんうん、レイカーズ行った頃にはもう、そうそうそう、もうリハビリなんかあれ出ねえなみたいなのばっかりだったから、うん、だいぶもう歩けるか歩けないかぐらいの状態でプレーしてたっていうのは聞いて、うん、この前なんかドワイトがAll the Smoke に出てたんじゃない、あそう、うん、その時になんかああいうとこに呼ばれるキャラじゃないけどね、うん、選手内から嫌われてるじゃんあいつだって、うん、そもそもでもなんか、うん、All the Smoke では結構こう仲良くしてる感じやったから、うん、ドワイトが難しいのはさ、うん、真顔ですげえ真面目にいいこととか言うし、うん、おちゃらけとかもするんだけど、その言ったことが本当にどこまで本当なのかが分かんないんだよね、それね、そう、ちょっと信用できない感じがあるよね、うん、多分いい人すぎてその場でみんなが欲しがってること言っちゃうのよ、うーん、でもやらないじゃんそれを、そうね、そう、本物のあなたはどういう人なんですか、そうなん、どっちのバージョンなんですかっていうのが知りたい、うんうん、急にわけのわかんない告白したりとか、うん、あはそうとか、うん、急になんかロールモデルにフィットイン したりとか、うん、でああいいじゃんって言ってたら、うん、急に俺は出ていくって出ていっちゃったりとか、そう、ね、うん、だからはちゃめちゃなのよなんか、うん、確かに、そうで悪い人じゃないから、悪い人ではない、みんなどうしていいか分かんないのよ、分かんないね、うんうん、なんかどっか自分に自信がない感じはしたよね、うん、現役あの全盛期中とかも結局だからもう自分が得意なことを一生懸命やればいいのに、うん、オラジュアン弟子入りしたり、そうそうそう、あとは、ね、シャックともいろいろ、まあシャックがあれはどっちかっていうと、まあね、仕掛けたみたいなね、うんうん、でも本当あの時はセンターがいないリーグだったし、うん、もっと無双できましたよね、タイミング的に優勝できなかったっていうのは、うん、あの時代であれだけもうフィジカリティで言ったら、うん、あんなドワイト止めれる選手なんていなかったから、それで優勝できなかったっていうのはちょっと、うんうん、私ヒューストン行った時も、うん、絶対ちゃんとやればうまくいったと 思ってたのよ俺は、うん、だってハーデンとだってなんて一番やりやすいはずなのよ、そうね、うん、カペラがやってたこともっと、そう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 、ピックかけて好きなだけロブ上げてくれるわけじゃん、うん、それをさ確執が原因でみたいなさ絶えないわけじゃんそういう話が、そう、ねね、何を確執する必要があるのって思うのよなんか、うん、確かにな、そう、まあ間違いなくホールオブフェームには入るけど、入る入る入る、だもっと いけたんじゃないかって思っちゃう、思っちゃうね、うん、思っちゃう、うん、それはあるわ、うん、あとは誰だ、ね、あと誰いる、リクとか、俺たちすごい深い話始めちゃってるじゃん。気軽に食事して終わろうって言ったのに。無理だな。癖だね、多分。癖だ、うん。ちょっとどれにしようかな。一番自分でさ、会って、見て、うん、まあ、どこでもいいよ。パークでもいいし、うん、マディソンスクエアガーデンでもいいし、違うアリーナでもいいけど、うん、とんでもない身体能力見た人誰？俺のレブロンみたいな感じの。そうね、うん、でもその瞬間にさ会えるかどうかって結構リスキーっていうか分かんない、ギャンブルだよね、うん、だってその歴史に残るダンクのその瞬間のその日のさ、うん、そのアリーナでそのプレーを
いいアングルで見れてるかどうかとかもさ、うん、奇跡に近いじゃない。うん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 。俺ブレイクグリフィンのハグダンク見たのよ。たまたま。たまたま。レイカーズの取材に行って、ね、同じアリーナでどうしますクリッパーズって言われて、うん、全然収録しなくていいんで行きたかったらまあレイカーズ戦ないから、うん、オフ日なんでどうしますってスタッフに言われて、いや行く行くとか言って言って、うん、行ったらハグダンクの日だったのよ。マジですごかったね本当に。ハウの、うん、もう一個分出てこうじゃん。それはやばい。そうでもたまたまだし、確かに、ね、そう期待してないしそもそも、うん、クリッパーズかみたいな、うん、でも飯の予約もとか言ってるぐらいな感じだったのよなんかすごいね。しかもアリーナにいてもそれをそうそうちょっと、ね、そうそうちょっとなんか携帯とかちょっとあれみたいなとかちょっとトイレとか、うん、でもう絶対見れないじゃん、うん、だからもうたまたまなのよ本当に。それで言うと、うん、高校バスケで、うん、ディロン・ミッチェルっていう選手がいるんですけど、うんうん、まあ2年後ぐらいに NBA で、うん、にドラフトされるんじゃないかなっていう選手ね。あ、そう。ってことは今高1とか、あ、じゃなくて、あ、今年から大学1年かもしれない。あ、そう、うん、テキサスだったか。あ、そう、ちょっと忘れたけど、うんうん、NBA よりもこう、うん、まあ、コートが狭いじゃないですか、はいはい、なんとなくこう、はい、まあ、そうね、みんな、ね、観客も汗だくでこう見てる中で、ね、うん、まさかそんなすごいダンク来るって思ってない、うんうん、NBA だったらなんとなくなんとなくね、うん、あ、ロブが上がるなみたいなね、うん、あってもおかしくない。ディロン・ミッチェルのプットバックダンクが、うん、こうスリーポイントラインの後ろからプットバックしてるような迫力。ああ、そういうこと、ね、うん、こうやってもうフルエクステンションでバーンってやったときに、ああ、これはこういう選手が NBA に行くんだなっていう。こいつはやばいなみたいな。こいつはやばいな、えらいもん見ちゃった。でもそれだって超偶然じゃん。だってそれさ、セッティングしたわけじゃなくてリバウンドでしょ。そう、リバウンドの角度なんてコントロールできないからね、うん、すごいねそれ。それかな、うん、意外と、うん、うん、なんか NBA のダンクもすごいけど、なんとなくこう、うん、ローカルのジムで見る。だそれで言うと、その辺の YMCA で一回なんかヨーロッパ人の英語全く喋れないやつがいて、うん、でなんかみんなでじゃあピックアップしようって言って、うん、そいつフリースローラインからツーハンドダンクしようって。ええそういうの忘れない。それなりに走り込んでて。走り込んで。何者なのその人。何者かは分かんない。最後まで分かんなかったの。もう最後まで。でもそれ一回やって、もちろんまあ試合に勝って、うん、じゃあねーみたいな。チースみたいなチースじゃねえよ。チースじゃねえよ。ちょい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 。お前何者だよでもなんかそういう、うん、なんだろうな、うん、忘れないですよね。うん、まあもちろんレブロンは絶対、まあレブロンはちょっとショッキングだった。うん、なんかいろんな大学見て、いろんなね、その NBA も生でいっぱい見て、レブロン見るのもとかだったらまだわかるけど、そんなに NCAA とかも見れてなくて、で、はい取材行きますって。 NBA は子供の頃とか見てるけど、その間際距離感が違うじゃない取材と。違うね。俺本当に目の前で見たからびっくりしたのよ本当に。そらびっくりする、うん、やばーってなって、うんうん、もうね声出ないし、うん、笑いしか出ない。わかるわ、うんうん、何これって感じ。なんかいいもん見ちゃった。
ったぜっていう、うん、でその時もさその歴史に残るようなものかどうかのインパクトも分かんないわけよ人間って、うんハグダンクの時とかも後からその SNS とかでめちゃくちゃさバズってるから、うん、あこうやってもう一回見ると、うん、やべえ動きだったなって後からこう実感が湧くみたいなねこう観客のダンクって本当そのスキルだけじゃなくて観客も入ってくるじゃないですか、うんうんうん、とか決めた後のボールがどういう風に跳ねるかとか、うんうんうん、あるねある、うん、全部がパーフェクトの時にこうもう鳥肌が立つような、うん、それこそハグダンクとか、ね、とかあの音ね音決まった音とか、うん、あれ聞こえるその場にいないと聞けない衝撃があるじゃない聞けないね、うんうん、感じあまあ例えばあのほらビンスのね、うん、2000年のダンクコンテストのダンクとかも、うん、リバース360ウィンドミルとか、うん、あれできる選手いっぱいいますよね、うん、今のリーグとかポール・ジョージとかも試合でやってる、みんなやってるでもあの時、うん、一発目で、うん、こうみんなが何すんだろう、うん、こいつっていうところで一発で決めてしかもあのボールの弾み方が、うん、ああいう感じで、うん、It's art, man. あれは It's art. そうだね、うんうん、あれはさ頑張ってやれるかもダンクじゃないもんねあもう違う当たり前でやれますのダンクじゃん、うん、俺のショーに来てくれて、うん、ありがとうっていうね、うん、そうだよね、うんダンクってあのレベルじゃないとダンクコンテストとして成立しないのよじゃないとダンクの美しさって多分8割方インゲームの方が絶対いいのよその体験としてはそう ね、うん、ダンクコンテストでやっぱり作っちゃってるじゃん、うん、それを、うん、だからあのレベルの余裕のある人じゃない限りは、うん、その作ったしらけた環境で無理に自分でいや今からすごいことがきっと起こるってハードル上げちゃってる中でそれでもわーって言えるっていうのってもうレベルが上の中の上の人じゃないとやんない方がいいねあれだよね、うん、なんかほらよくあの友達とか紹介するときに、うん、これ俺の友達になれない、うん、こいつすっげー面白いんだよって言ったときに、うんうんえあ面白いな、うん、じゃあ冗談言ってよとかっていうやついるじゃないですかそう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 。それと同じでそのじゃあすごいダンクやってよって言われた時って、うん、普通の人はできないはずなんだよね。だし、うん、もういろんなダンク見ちゃってるし見ちゃってるから俺らね、うん、どうせ9とか10はないでしょみたいな、うんうん、審査員も思ってるじゃん思ってる ね1回目失敗したらもう10なんかないよとかって思ってる人たちをやばって言わすのって本当に限られた一部の人しかできないじゃない。そうね。だからその人たちが揃った時だけやるべきだと思う。確かにな。だ最後はやっぱりあのアロン・ゴードンと2016年ね、うん、あのゴードンとラビーン、ラビーンの、うん、あれでもう閉じといた方が良かったよね。はなんかなこの先いいダンクコンテストってないのかもねそれで言うとなんかもう終わったかなザイオンぐらいしかできないんじゃないでもザイオンでも、うん、ザイオンねあのプリゲームのレイアップでやりすぎちゃってもうネタがなくなっちゃうだあれあんなに毎日やっちゃうとそうね、うんいやインプルーブの仕方がわからん、うん、あのダンクコンテストのそうだ、ね、本当にだから見ちゃってるから、うん、もうギミッキーだもんねギミッキー、うん、コール・アンソニーのティムズやり吐きながらとかさいやおもろいけどそれこれ俺いいけどコメディショー見に来たんとちゃいますよでそれで1回目失敗2回目失敗普通のダンクでアハハみたいに一番かわいそうじゃん笑えなくなる、ね、笑えない最初のおーティムズ吐きよった、うん、バンおー、うん、おもろいし、うん、イエーとかやったら分かるけど外すんかいってなるよねこっちが恥ずかしくなるからね、うん、
もうネタがないね、あれは。ネタないかもな、うん、もうちょっと選手たちが俺とんでもないのあるから、うん、やらしてくれって選手たちが言うぐらいのモチベーションじゃないとダメだと思う。今だってもう逃げ回ってるじゃんみんな。そうね、うん、で選手のクオリティも大事だよね。そう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 、ザイオン、じゃあそう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 、他にもうじゃあ2人だけ選ぶとしたら、 Cause like yo、うん、We don't want to see no Fred Jones in the誰みたいなね。誰とかさ、そうそう、飛べても誰はダメなのよ、うんうんうん、誰だっけ今年、ジェイレン・グリーンもひどかったな。あー OB ぐらいじゃない？ OB だってひどかった。いや、そうだけど、その名前的にさ、ちゃんとね。名前的に、ね、うん、まあ、ダンカー。ダンカーです、みたいな。でもやっぱスーパースターが、やっぱビッグマンよりちっちゃい人有利だし、うん、ドラマチックだから、やっぱジャと。ジャ。ザイオン。ザイオン。ね。うん。あとは誰？あとはもうお兄さんたちはやるけど、若い人たちでダンクで見せてる人っていないよね。あの何年か前にキャッシュ・スタンリーとかが出たじゃないですか。すごいダンカーですよ、ね、うん、でも誰も見たくないじゃないですか。あ、アントマンいいんじゃない。アントマンいいかも ね、 ね、だから彼がやりたいです。これすげえダンクするから、うん、俺みたいな感じだったら、うん、みたいな、ね、いいと思う、いいと思う、うん、アントマンとかがいいと思うよ。アントマン、うん、あと誰、誰だろうな、ちょっと、うん、ちょっとおまけして、あれウォリアーズの若い子、ワイズマン、ワイズマンじゃない、ムーディ、ムーディムーディ、ムーディ行かない、ムーディ飛べないか、ムーディ、ムーディなんかでもインゲームでやんないよ、おまんじゅうみたいまあおまんじゅうみたいだけど、うん、あれは来年だったらスクート、あ、スクート行けるっしょ、うん、だそういうなんか、うん、パンパンって弾けるような名前じゃないと、うん、そうね、そうそう、名前的に弾けなきゃダメ、うんうん、まずはね、まずは、うん、パウロがもし工夫したりとかできんだったらいいけど、ちょっと違う、ね、Ain't nobody wanna watch him. I'm good. 私は結構です。パウロは結構です。誰だろうな、俺さ、うん、今の子たち不得意だから、うん、逆にあの盛り上がるコンテストとしては、うん、あのローポストフットワークムーブみたいなのを全然やらない子たちがやるっていう方が絶対盛り上がると思うんだけど、面白いね、うん、先軍がまず優勝候補だと思うけど見たい、それの方が、ね、それの方が見たいでしょ、うん、ダムダムしたことねえんだからみんな、うん、先軍、先軍誰かな、あ、それだったらパウロとか、パウロいいよ、パウロ先軍誰かな、絶対下手だと思うよ、エイトンとか。エイトンはでもフットワーク、フェードしちゃうじゃんだって。フェードすんなよお前そのせいでって思う。確かに。そうね、うん。これは結構面白いんじゃねえかなと思う。面白いかもね。あんなあのダンクの変なギミッキーなやつを体育館で練習しましたみたいなやるんだったら、うん、あのローポストのフットワークのなんか昔の YouTube めっちゃ見ましたみたいなで見せてくれたら面白いと思う、うん、面白いね、うん、それの審査員はまずオラジュワンでしょ、オラジュワン、デイビッド・ロビンソン、ほう、来るんじゃないね、アルジェファーソンも呼んどく、いいよいいよ、呼ばなくていい、オラジュワンいるところにアルジェファーソン呼べないあと誰呼ぶ、インサイドフットワークムーブで言ったらケビン・マケール、まあマケール呼ぶね、うん、名誉会長ぐらいでいいよね、うん、こんなもんか、うーん、そう、バークリーも来んじゃない、もしかして賑やかせで、うん、うん、いいね、まあ、それ
それ流れ的にシャックも呼んでいいんじゃないですか、それだったら。シャック来たら、うん、バークレーとすぐ、うん、お前のフットワークはダメだった、いや俺はお前よりできてたのかも、お前より全然いいの、お前は5秒以上ずっとダメダメしてただけだとか、お前のこれはダサかったとか、うん、散々そんなことばっかりになる。TNT ハーフタイムショーになるな、ただのやめとこう、うん、うん、でも、うん、その若い兄ちゃんたちがめっちゃ工夫してやったローポストのムーブとかを、うん、あのそればっかりやってたそういうおっちゃんたちが、うん、あの上から目線で講釈垂れるっていうのは面白いと思う。全然見る、見るよね、見る、全然見るよね、うん、全然見る。ダンクコンテストより見る、全然見るよね、うん、あの縦足まだ甘いなとかって言いながら、うんうん、おっちゃんたちの話がなんなら多分立ち上がって、いやだからお前この角度はこうでああでとか急にやり始めるよね。それの方が見たいよね、見がいあるよね、うんうん、マジックも出てくんじゃない、多分。マジックも好きでしょ、ね、それ絶対。マジック先生役好きだからね。先生役好きだから、うん、で自分がやりたいだけなのよ、自分がやりたい、うんうん、好きだから、ね、うん、センターオブアテンションになるのが。そうそうそう、いやー、なんかそういうコンテストの方がいい、ね、そういうのがいいと思う俺、うん、うん、ダンクはもう本当に毎年ほんで騙されるのよ、あれ騙されるのよ、今年はいいでしょう、帯も出てるじゃん。プロモーションがさ、うん、毎回同じ手に俺ら引っかかってんのよ。かっこよく作るのよね動画編集上手なんだよこれが。分かってんだよ、心の中で自分も、うんうんうん、どうせこれでしょって思うんだけど、うん、いやでもちょっと見とくかって見ちゃうんだよ、うんうん、いや意外とアンファニーサイモンズいいよみたいな、うん、誰とか言って、うん、仕方ないからデイムが出てきてみたいないや今年こそもう騙されないようかな。やんなくていいよね、うんうん、今年ダムダムコンテストがいいと思う俺、うんうん、キャンセルしてくれよなちょっと、うん、今年はもっと。だからスリーポイントすんげえみんなやりたがるんじゃない、逆に、うんうんうん、スリーはもう大成功、うん、大成功。それの、うん、ほんでまあほらスキルズチャレンジは本当なんか、うん、まあお笑いじゃないけど、まあ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 、エグゼビションだよね、うん、あれは。去年じゃあスキルズチャレンジ誰が勝ちました、うん、I don't know, I don't care みたいな。 What date was it?、What? Yeah. Was it Friday? Yeah, who was in it? What is that? みたいな。でも、そうやってスリーポイントコンテストが一個、うん、ダンクコンテスト消します、うん、なんかあった方がいいと思う。なんかあった方がいいと思う。うん、だフットワークなのか、うん、それとも、なんだろうな、難しいんだよね。それが。なんかやってほしいよね、でもね。うん、うん、あの昔あったシューティングスターズってあったじゃないですか。うん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 、なんかあの WNBA 選手と、うん、あとえらい遠くから打つやつね。えらい遠くから、うん、でなんか1、うん、2、3とこう。あったあった。あれも面白かった。あれ面白かったよ、うんうん。WNBA もっと入れるべきだよ。もっと今こそ、うん。そうそう、今こそ、今こそ、うん。サポートしてんだかしてないんだか、いまいちよくわかんない。中途半端。うん。ほんと中途半端。予算かけりゃいいのね、もっと。かわいそうだよね。うん、あの、ブリッニー・グライナーなんか出てこれないし、いつまでたっても。そうね、うん。かわいそうだよ、ほんとに、うん。大学の、うん、女子バスケの方がもうなんかイメージ的に上じゃないですか、うんうん、WNBA に比べて。こんにちかったとか、ね、問題だよね、うん、だって WNBA の方がレベル高いんだ。絶対レベル高いんだもんね、うん、まず WNBA の選手がお金稼ぐために毎回オフシーズンにヨーロッパに行かなきゃいけないっていうのは悲しいじゃない。悲しいね。そんなことする必要ないリーグに NBA はその平等とか人権とか、うん、ライツとかをもう先頭に立ってさ一生懸命頑張ってるリーグなんだったら、そこをやっぱり力入れるべきだよね。そうね、うん、でスポーツ記者の人たち WNBA 好きな人いっぱいいるじゃん、うん、みんないろんないい記事書くと思うんだよね俺。そう、うん、なん
んだろうな。俺ね、あのボールが良くないと思う。ボールは良くない、ね、うん、あれなんかギミッキー、そう、おもちゃみたいだもん。今どあれちょっと待って、今どんなボール、あ、もう使ってないのあれ。でもなんかよくあのイメージが、そう、あのイメージがすごい強い、ね、うん、うん、なんかハーレムグローブトラッターじゃないんだからさ。確かに、ね、うん、あれはどう思う、これは。例えば、うん、そのダブルヘッダー、うん、ニックスの試合の前に、うん、リバティ、いや、やるべきだと思う。ニックスの試合のチケットを、うん、やるべきだと思う。プラスちょっと、うん、余分に出したらリバティも行きます。そうそうそう、セット割で、うん、シーズンチケットホルダーとかは両方見れるようにした方がいいと思う。そうね、だって娘さんがいる人だっていっぱいいるじゃん。いっぱいいる、ね、でしょ、うん、だし学ぶことすげえいっぱいあるから、女子から、うん、それはなんか問題あるのかね。そのいや問題ないと思うよ。多分今予算割いてないから、うん、その帯同させる予算がないのよ、うん、いわゆるホームだったらいいけど、うん、でもそれをやるためには相手も女子と男子両方来なきゃいけないでしょ。あ、だからスケジューリングが、そう、スケジューリングというよりは、うん、そのバジェットを割いてないから。そう、だってシーズンも違うから、ね、そうそうそう、で彼女たちはコマーシャルフライトでたまに自腹切ってアップグレードしてるわけだから。確かに、ね、そう、それはかわいそうよ。そう、うん、だからやっぱチャーターしてあげて、うん、プロなんだからやっぱ夢見させないと、ちゃんと俺たちはね、夢見る世界にしないと、うんうん、シーズンが逆なのはいいのか悪いのかっていう。いや俺は一緒にした方がいいと思うな、うんうん、だってプレーオフだと別に同じ時期にやりゃいいじゃん、うん、前やって後やったっていいじゃん別に。そう、ね、うん、だってベニュー同じなんだから借りてんだからいいじゃん、うん、5時からと8時からでいいんじゃない。そう、うん、いろいろちょっとなんか考えさせられるね、うん、なんか別に同じにやっていいと思うけどね俺は、うんうん、ちょっとマイクあること忘れてた、うん、この辺でなんか多分だから宗太郎さんとリクトさんの声のレベルが全然全然違います。言われるよ。毎回のことだけどな。なおさら今日油断、まあ、今日のクオリティはもうほんと勘弁してくださいだよね。そうね、うん、これ初だからね。飯食ってるし、まずそうよ、うん、これ合ってないようなもんだから。そう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 、チャーして終わりだからね。ね、うん、もう長くなってるよリクト君。もういいんじゃない。いい、だって、今後の俺たちのじゃあ予定言って終わりにしよっか。そうですね、うん、まず帰るでしょ。ちょっと待って、あれは、あ、そうだ、よう、日本に来て、はい、会った瞬間にものすごい両手にもうごっそりなんか買い物したもの持ってて、うん、何って聞いたらなんかいろんな食材とかね、うん、そういうお菓子と か、うん、絶対アメリカに持ち帰りたいもの、もうたらふく持ってたじゃん。で俺らはじゃあそれとは別に、それで思い出したんだけど、前やったじゃんお菓子、はい、ベスト5みたいな、ねね、やりたいねやりたいねって言ってたんで、うん、会社の裏のドンキはい、に行って、だからドンキにあるものの中でね、そう、全てのお菓子じゃなくてドンキにたまたま今日ドラフトプールに入ってたやつだけ、そうそうそう、たまたま入ってたやつの、だから近しいもの、うん、とかのお互いのお菓子ベスト5を発表しよう、はい、ね、いつの間になんかお菓子コンテンツがすごいなんかクオリティコンテンツになっちゃったんで、あれ反響良かったね、すごい。そうね、うん、でちょっと発表するだけだとあれなんで、うん、無理やりバスケにつなげるっていうのも無理やりね、うん、うん、何の脈絡もなく、はい、じゃあ仕切り直して、はい、ね、お菓子、はい、に今回日本に来て、あ、やっぱ日本のお菓子これ、うん、やっぱ日本のお菓子違うなと、うん、感じたもの、はい、もしくは前々からやっぱり僕はこれが大好きですっていうね、うんうん、ベスト5を発表してもらいましょう、はい、じゃあまずは僕
リクト君のは面白そうだから僕のサクッとやっちゃいますね。これここのやつが、はい、っていうわけじゃないんだけど、うん、このパターンのこのあのおせんべいとか、はいはいはい、お魚とか、うんうん、いろんなやつが入ってるやつあるでしょ。あるね。これあのお酒飲んでる時止まんなくなっちゃうんだよこの前、うん、ひょんなことからひょんなことからってどういう意味？よく聞くんだけどいつも Yo, that sounds man funny ひょんなことからひょんなことからっていうのは out of nowhere みたいなね、うん、okay. なんか like one thing led to another みたいな、okay. it wasn't planned okay.、Right? Okay. 気象さんと飲もうぜみたいな飲んだのよ、うんうん、うちらの、あの、うん、地元エリアで。でそのあるよく行くお店に行ってお酒頼んだら、うん、出てくるじゃないその周りに、うん、日本って親切だから、うん、つまみみたいなやつが、うん、このミックスのこれが置いてあって、うん、もう一晩中そうだよねそうだよね俺めっちゃ普段全然食わないのよこれ、別にこれを買いに行くことはないの、うんうんうん、でもそのお酒の席でそこにあると魚食べたり丸いの食べたりアーモンド入ってるやつ食べたりとかもう止まんなくなっちゃって一晩中これ食べたんで今回あの5位に入り込みました。おお、いやじゃあ結構最近なんだ。だからこれは急に、うん、狙ってなくて急にどっかから電話かかってきてこのフリーエージェントいるんだけどどうみたいな感じで俺いいじゃんみたいな、うん、使ってみたらめちゃくちゃいいユーティリティだなっつってあいいじゃんいいじゃんっつってローテーションにいきなり入りました。なるほど、うん、バイアウト系ね。バイアウト系いいね。予定してなかったやつ、うんうんうん、大人のミックス系ね。いろんな会社が出してると思いますけどこれたまたまね、よくあるよね。そうそう、うん、ドンキに買いに行ったこれだったんでこれを買いました。なるほど、はい、僕の5位はこれです。はい、はい、じゃあどうする。あ僕の5位から、はい、こちらですね。来たね王道の。はいベタだよねまあ強い強い強いよね。それは強い。これはもうこれ嫌いな人は信用できない。信用できない、信用できない。これ何人でもできないわこれし。これが国籍関係ないね。国籍よくまあに、うん、多分ねこれとかこれはね多分国籍関係あるね。ある、うん、What is this みたいになっちゃう。ね、そう、oh, fish? fish みたいになっちゃう、ね、ってしょうがないと思う。そうそう、うん、これ嫌いだったら、うん、oh, we can't be friends man もうそこで友達関係終わり。トッポね、もう、うん、説明する必要もないですよね、これは。これなんかデザイン変わったんだよね。ね、かっこいい。うん、かっこいいじゃん、うん、ロッテ。なんとなくこう、バスケ選手だったら、ストレッチ4なんだろうなっていう感じはするけどね。そうだね。うん、うん、シュートうまそうで、ちょっとディフェンス、ちょっと、ちょっと微妙。ちょっと微妙。うん、だけど、うん、なんかトップ5に入ってるけど、うん、ね、そのトレーライルズ的な、あ、うん、選手です。でもどのチームも、うん、いいよっていう選手ね。そういたら便利だけど、うん、クランチタイムでは使えないかもしれない。かもしれない。かもしれない。でも、うん、ファーストクォーターとかセカンドクォーターにちょっと、うん、オフェンスのリズム悪いな、うん、トップを入れよう言ったら、うん、2、3本スリー沈めてくれるっていう。ああ、いいね。うん、いいね。あとはもうベンチでいいよ。はいはいはい。じゃあ5位、トップね。5位。はい、出しときな、出しときな。こっちじゃねえか。あ、そうそう。これか。そう。でも何これ、後ろに。後ろなんか変な。やっぱこれだねって書いてある。最後までチョコタップ。確かに、最初から最後まで入ってんだよね、これ。ああ、それはケチンないでほしいよね。なんか流し込み方とかもなんかあるんじゃないの、特許とかあるだろうね、工夫、うん、工夫がね、うん、だってさこれ細いよね。細いどうやって入れてんだろう。ストレッチ4だもん。ストレッチ4だもん、うん、オッケー。じゃあ5位ね。はい、4位これは
一緒にお店入るときにもうすぐ目について、あのすぐ手に入れちゃ手にしちゃったんですけど、ね、B の俺ね、枝豆のこのこれ、うん、大好きなのよ。あ、やっつけてくれた。だから B のはもうなんかこれきっとお菓子だし、うん、同じぐらいなあの成分で、うん、別にすごい体にいいわけじゃないんだろうけど、うん、なんか罪悪感が少ない。確かに。これもそうじゃん。これもそうだけど、ヘルシーだね。そうそう、これだからすごいジャンキーなものを食べたいんだけど、うん、後悔するのをちょっとこうずるい感じね。わかる。そう、ずる賢い。とりあえず B のだから、うんうんうん、って言ってやめないみたいなね。わかる。そうで、またなんかここにさ、あの食滅エンドウ豆 100% 使用しておりますとか、タンパク質と食物繊維入りとか、うんうん、本当は全然必要ないこと書いたんだよ、うん、お菓子だからね、うんうんうん、でもこれでなんか安心感が、安心感というかこれであの俺はダメなことしてるわけじゃないんで、じゃない、同じお菓子でも食物繊維と枝豆 100% だから体にいいんだってごまかしてる。いや思ったもん、あの、うん、店入る前に、うん、外にほら、そうそう、外のカゴにこれあったの、うん、でそれを真っ先に宗太郎さん取りに行ったでしょ、うんうん、すごいなんかうわーヘルシーだなって、ヘルシーと思わせてるところがすごいよね。すごいすごい、まあ、実際ちょっとヘルシーなのかは分からんけど、でもお菓子だからな。いやトッポに比べたらまあね、うん、うん、でも美味しいのは絶対こっちよ、うん、その魅惑的に美味しいのは。ああね、うん、バスケは何、何、あ、これ無理やりバスケに、無理やりバスケにすると、うん、これね何も浮かばねえな、 B の何も浮かばねえな、これ。この人はね、うん、バックアップのバックアップですよセンターのバックアップのバックアップだからもうサードストリングだけなんだけど、GM が変なリスキーな選手ばっかり集めてるとこう評価が下がっちゃうじゃない、うんうんうん、だ自分の職、自分がクビにならないためになんか使わないくせに入れてるユーティリティななんか健全な選手みたいな。タージーじゃないですか。タージー、これタージーだったのこれタージー、いやしっくりくるけどね、うん、これタージーっぽいよね。クビにならないように入れてる、うん、そういう、なるほど、そうそう、へー、そうなん、あ、センスいいじゃないですか、そう考えると。本当、あ、タージー、タージー気づいてくれてよかったわ。いやいや、もうノープランだったもん。タージー、なんこれ、なんだっけ、 B のってなんだみたいな。 B のびっくりした。 OK、 タージーの OK、 じゃあ、うん、僕のナンバー4はこのピュレ、グミ、グミ。あ、そう、 Out of all the gummies、そのそれなの、これなのよ。へえ、グミ好き。あ、グミ好き、グミ好き。オッケー。あの自己紹介するときに、うん、こう自分のアイデンティティを説明するための、うんうん、こうプロフィールに書く、はいはい、ああいうのあるじゃないですか、はいはい、あれの6番目ぐらいにグミ大好きですって書けるぐらいグミ大好きだ。ちょっとエピソードトークできるってことでしょ。できる、うん、特にこういう酸っぱい系で、うん、ちょっとコーティングがねあるやつは、ほう、酸っぱいの、酸っぱい、そうなんだ、うん、でこのままでも美味しいんですよ、うん、俺このさ白いのって砂糖じゃないんだ。砂糖なんだけど、うん、そうだから一応砂糖だから、うん、砂糖の部分はもちろん甘いんですよ、うんうんうん、でもあ結構こういうコーティングしてる系は酸っぱいのがあって、ね、はいはいはい、でこれは酸っぱいの、うん、このままでも十分美味しい、うんうん、
しかし、うん、冷凍庫に入れてください。オーマイガー、やばい、グミ凍らすの、オーマイガー、マジで一回やってみて。いや初耳だわそれ。 That's、 いやちょっとね、え、それって is it a New York thing? or is it a Ricto thing? いや、ニューヨーク、それ何、俺だけじゃない、腐らないようにしてると別にグミ腐んないもんね、うん、俺だけじゃないと思う、うん、でもいや、それ初めて聞いた、グミ凍らすんだ、うん、これとかもだし、うん、あとフェッタチーニっていう、ああ、あるある、うん、あれも凍らす、気になってたのよ、あのフェッタチーニっていうやつ、うまい、イタリアぶってんなと思って俺もね、名前の由来は何、名前の由来ってフェテチーネでしょ、あれ多分太麺でしょ、イタリアのそっから来てんだけど、俺麺、麺のグミ食うってどうなんだろうと思ってたんだけど、美味しいんだ、うまい、あ、そう、うん、これはね、うん、ジェイレン・ブランソン、これジェイレン・ブランソンなんだ、うん、頼れる男、あ、マジで、うん、ってことはもう、あ、外れがないってことでしょ、外れない、ターンオーバーないもんね、だって絶対ボールを大切にするんですよ、うん、ピュレは、で、あの、まあ、体格的にもこういう、うん、こういう感じでしょ、はい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 、ちょっと、ま、丸くてちっちゃいみたいな、フェッテチーニ、ううフェッテチーニはちょっとこうね、うん、細い、細い、なよなよ、ポストアップされたら終わりフェッテチーニポストアップするやつ誰なんだ、いるんだ、あ、でもほら今さ、うん、タフとかいうグミ出てるじゃん、はい、The hard ones? はい。Yeah, what is that? It's alright. It's alright. 美味しいよ。Oh, 美味しいんだけど、uh. ちょっと、あの、酸っぱい、酸っぱいとかって確か書いてある。Mm-hmm. そんな酸っぱくない。あ、そうなんだ。酸っぱがる、酸っぱぶってんじゃねえよってちょっと思って。酸っぱぶっちゃってんだ、うん。これは別にそんなでかい文字で酸っぱいとか書いてないけど。いや、だってこれ、だって、心晴れる甘酸っぱさって書いてある。甘酸っぱさでしょ、うん、謙虚なのよ。でも、でもガツンとしてんの。ガツンといい感じ。何このフォルムからはちょっと想像できないよ。Yo, let's open one, man. Let's, you need one, man. 俺グミほとんど食わないもん。うちのスタッフがグミすっごい好きでさ。え？いつもちゃうちゃう。あの、彼じゃない。好き。好き好きなのほらほら凍らすあ、ほんとだ、これ結構強めだね、すごいね、俺もっとやわっちいのかと思ってた、このデザインで合ってないよこれね、うん、こんなフェミニンなさ、いや、あるある、もう一個、こんな、あの、止まらないんだ、こんななんかフェアリー系じゃないよこいつ、味が、うんうんうん、デザインがフェアリー系じゃないこれなんか、うん、ね、あの、もっとハードコアだよこの人だよね、うん、俺のこれなんてスカスカだからね、それで言ったらいや、いいのよライトだから全然違うな、リクト君となんかヘビー級で来るね、ね、うん、いやいや、ちょっとお菓子はやっぱガツンとなんだね、ガツンとっていうイメージないけどね、これ。いや、これガッツリしてますよ。あ、そう。うん。ヘビーよ、これは。あ、そう。ヘビーっていうか、重いとかのヘビーじゃないよ。うんうん。中身が、芯が強い。ちょっと、アドバタイジングと合わないね。ミスマッチじゃない。これがね。うん。ピューレーっていう。うん、ピューレーじゃないよ。ピューレーペイントで。パワードリブルバーンみたいな。4位、はい、わかる、あっそう、グミそんな好きなんだ、大好き、俺ね 3位からは、はい、あの、もう嘘つかない、嘘つかないとかじゃなくてあの 嘘じゃないんだけどこれやっぱり入り口、違う入り口としては自分に嘘ついてるわけよ、このお菓子だけど健康的なみたいな、うん、そうね、うん、はいはいはい、でもやっぱお菓子好きだから、うん、どうしてもこう最終的には、最終的にはやっぱりヘビー級をね入れちゃい、俺ねベビースター好きなんだけど、あのこの太いやつが特に好きなの、これさ比較的新しくないですか、うん、あ、そうそう、昔なかったよね、昔ひょろひょろばっかり、うん、そうそうそう、
でヒョロヒョロをガーって やるのが好きだった。だけどこれが出ると、うん、もうちょっと興奮して、あ、これ太いやつ食えんだみたいな、なんか大人になってから出たから大人買いみたいな気持ち、どっちかっていうとね。あ、でもさ、うん、それアジャスト能力がすごいと思う。誰これ、あ、俺宗太郎さん、うん、なんで、あ、そういうこと、うん、俺はいやこれじゃないとダメっていう人多いと思う、うん、あー、世の中的に、世の中的に、あ、これを喜んでるのは、うん、本当アジャスト能力がすごい、じゃあ俺アジャストしてるってこと、めっちゃアジャスト、多分、ね、キボードとかこんなん絶対買わないって、無理だよ、うん、俺はもう多分これもこうやろうとして全部こう出てちこぼれるくらいがいいんだって言ってこんな、なんだこの太さは、なんだこれ、うん、なるよ、なるか、うん、あ、だ、意外だ、ちょっとだから太い麺が好きなのかもしれない、うん、うどんとかもそうだし、コシのあるうどんとかも好きだし、それこそさっき言ったフェテチーニとかそういうの好きだから、でペンネとかの激でかいペンネとかが好きなのよ。おーおーおー、なんかマカロニみたいじゃなくて、もうシェルのもうちょっとでかい、もうなんかドラム缶みたいなやつが、そうそう、あんのよ、もう太いパイプみたいなやつあんのよ、ああいうのとかも好きだから、その流れで言うとこのどでかいベビースターね。これなんかだから、このこれはたまたまこういうデザインのやつだけど、なんかコンビニとかだと結構あのオリジナルコンあのやつとか出てるよね。あとさ、あのサービスエリアに必ずあるのよ、高速道路の。あ、そうだ、高速運転しないもんね。運転したことない。日本の高速道路のサービスエリア、なんでかわかんないけど、このどでかいベビースターやたら置いてんのよ、そのこのスパイシーなやつ。だからゴルフの帰りとかに、あ、なるほどね、眠くなってきちゃったりとかするときにこうバリバリこれ食っちゃうね、よくないなって思うんだけど、うん、あ、でも今事故るよりあのこれ食べて眠気覚ました方が俺のためだってまた自分に聞かして、あ、うん、なんか都合いいですね、都合いいことばっかり自分に言って自分に甘やかすって、甘やかすまあね、弱い人間だなこれ。そうなんで僕は543は3位はベビースターのこの太いやつね。なるほど、うん、はい、じゃあお願いします。3位、うん、あ、来たね、またカラムーチョ。これはちょっとこれは止まんない、これは止まんないでしょ、これは止まんない、これは、うん、まあお腹悪くするからちょっとっていう人はいると思う、うんうん、だからそれはね、あの気持ちはわかるし、うん、トッポとはまた違う意味で、うん、あのこれはでも最近すんごい辛いやつが出てるじゃん。あ、そうなんだ、うん、なんかちょっとエクストリームになってきたよ。これもそうじゃない、ヒーって言ってんじゃん。あ、やばい、うん、このあのカラムーチョとスッパムーチョのなんかヒーとかハーとか書いてあるやつはすっごい美味しいね。あ、そうなんだ、うん、これも美味しいよ、これも美味しい、うん、あ、お前ヒー、おばあちゃんがヒーって言ってる。そうそう、おばあちゃんのとかスッパムーチョもそうだけど、スッパムーチョの、これあの酸っぱい版のやつがあるね。これカラムーチョでしょ。そう、それも美味しい、うん、酸っぱいのも美味しいね。ほう、なんかもう刺激が欲しい時ね、うんうんうん、ストレス溜まってる時とかこれにこう手が伸びるよね。これは伸びるね、うん、あの夜中とかも、ね、うん、これ夜中に、これ夜中に、これ夜中にドミノスとかってわかる、うん、それだから夜中のあの無料替え玉と似てますよ。それの代用かもしれない。成長したんでもうやりませんとかって言ってさ、カラムーチョ、カラムーチョガンガン言ってる。いや、これはわかるわかる。なんだろうね、スパイシー、刺激が欲しい時ね、うんうんうん、ストレス溜まった時とかいいよこれ。ストレス、うん、
もうむちゃくちゃやってやるぜみたいな、うん、パッドベブです。パッドベブだね、うん、トラッシュトーク、トラッシュトーク、うん、もうがむしゃらに、うん、とあと仕掛け人ね、仕掛け人、仕掛け人、うん、オッケーオッケー。じゃあ、543ね、543、うん、あ、で2位ね、これは俺はめっちゃハマってるんですよ僕。これ全然安いやつなんだけど、うんうんうん、しっとりしたこのチョコっていうやつがもう味が濃くて、おうおうおう、うわー美味しそう。なんか俺なんか子供の頃チョコ全然好きじゃなかったんだけど、うん、大人になってからなんかチョコすごいハマっちゃって、うん、でほらカカオ 70% とか 80% とか出るじゃん、うん、あれさまた罪悪感が、うん、これなら大丈夫だみたいんで食べてる、うん、でもやっぱりこの甘くてすんごいラスクみたいなやつにチョコたっぷり入ってるやつがどうしても食べたくなっちゃう。これなんか満足感がこういうだいぶ高いです、うん、止まんなくなっちゃう。これはねゴルフシリーズなんですよ僕の。ゴルフをしながら、ゴルフしながら、うわー、なんかその日本ってさハーフで飯食うのよらしいね。そう、どうそれはゴルファーとして本当のこと言ったら、うん、スルーさせてほしい。あ、食べないといけない、食べないといけない、まあ、そこが利益でもあるからね。 I mean they make profit out of it。 なるほど、そう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 、ビール飲んでね。めんどくせえ。もちろんゴルフしてるためにしてんだよ。だからゴルフがさ、接待だったりとかもするから。ああ、まあ、ね、それはしょうがないな。仕事関係のね。仕事関係だったら。そういうのとかはもうビール飲みましょうみたいな、美味しいもん食べましょうみたいなんで、うん、美味しいもんね接待して、うん。でも俺いつも。だいたいその40分とか1時間とかで、うん、じゃあ後半頑張りましょうってなった時に、うん、なんかコーヒー飲みたくなるし、うん、コーヒーでも美味しいコーヒーなんかないのよゴルフ場に。あ、ないんだ、うん、なんか出てくんだけど、まあインスタントコーヒーみたいなやつが出てくんだけど、美味しいラテみたいななんか出てこないわけよ。あ、そうなんだ、うんうん、で美味しいデザートもあんまり出てこないのよ。へえ、うん、ただたまたま親会社が、うん、そのロッテとかのコースとか、うん、例えばシャトレーゼのコースとかは美味しいデザートとか出てくんだけど、そうじゃないコースは別にデザート売りじゃないからさ、ゴルフと関係ないじゃん。確かに。そうそうそう。だから後半、うん、俺はこれを食べながらカートに乗って、うん、そうそうそう、止まんなくなっちゃう。そう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 、お菓子が美味しいんだ。コースでのつまみ食いが美味しいのよ。美味しいね、うん、チョコね。そうなの、そうなの。だこれはだからゴルフセット、ゴルフセット、ね、ゴルフセットこれはもう、じゃあこれ嘘だ、嘘、こいつは嘘、正直、正直、ね、綺麗に始めようとしたら結局綺麗事、結局綺麗事通じなくなってきちゃった。なるほど、そうそうそう、 OK。 じゃあ2位、リクト君の2位、何それ、忍者飯。いや、よくコンビニで見んのよこれ。ギャグかなと思ってたんだけど、ギャグ、俺も最初何なのこれ、何じゃこりゃって、うん、なこれふざけてますよ、ね、これ何なのこれ。忍者の格好したサラリーマン、武道館アップって書いてある。うん、忍者式ダイエットって書いてあるよ。いや、それがよくわかんないんですけど、現代忍者たちの小腹満たし忍者飯、ハードグミ、ハードグミじゃん、ハードグミ。おお、これはまた違う、ピュレとは違って、うん、ピュレいい感じでハードだったけどね。いい感じでハードなんですけど、もっとでももうハードっていう名前で来ちゃってるじゃん、もうハードグミじゃん。え、初めて食う。ベスト5にグミ2回入れるの、2回入れ、カートの中、うん、あの5個お菓子入れて、うん、買ってない、これ。あダメ、ごめんなさい、あ、俺のミスだ。まだ噛まない、噛まない、まだ噛まない。やり方教えてくんないと。俺、Yo, that's my bad. なめるんです、うん。
まずは。あ、え、そうそう、あんだけドンキぐるぐる回ってグミ2つ選ぶの？いや、俺、うん、根性ねえなって思った。いや、じゃなくて相当グミ好きだね。相当好きだし、うん、カート何にも入ってないような感じだったじゃないですか、うんうん、5個のうち。そうそう、だから俺全然テンション上がってないのかなと思ったのよ、うん、俺もちょっと、うん、そういうふうに思ってたら悪いなっていうふうに思ったけど、うんうん、俺正直に行きたかったから、うん、全然いいよ、全然いいよ最初からね、うん、こういう綺麗事いや好きよこれB の大好きよ俺、綺麗事扱いされちゃってるけどなんかさ、 B の真っ先にとってこう、うん、え、それトップ5なんですかって言った時に、うん、ちょっと、うん、宗太郎さんヘジテートしたんですよ。うん、うん、だからもう後元にできなくなったのかなっていや、 B の入るか入んないかっていうところで、うん、中が何あるか分かんなかったんだけど、うん、後で外出れないなと思ったから、うんうんうん、入れとかないとと思ったんだけど、うん、なるほど、やっぱり好きだから残っちゃいました、うんうんうん、え、これずっと舐めてるけど、うん、もういいの噛んで舐めて、うん、ハードケースなくなったら、ハードケースなくなりかけて、うん、ザラザラっていうのが感じたら、うん、ちょっとずつ噛む、ちょっとずつ噛む、ね、ちょっとずつ、オッケー、ドン、最後までじゃない、ああ分かった、ちょっとずつ噛んで、うん、でちょっとずつそのコーティングを剥がしていく、うん、あ、グミってそんな深い食い方あるんだ、奥が深い、知らなかった俺、グミって何って思ってた、あのね、うん、What the hell is gummy? What is it? なんだろう、ね、Like what are we eating? なんだろうね、グミってゴム？ゴムじゃない、ゴムじゃない、なんだろう、裏に書いてあるでしょ、おう、ゼラチンなんだ、あ、そうだそう、ゼラチンだと、あ、水飴とゼラチンなんだ。OK。これの魅力は、うん、これより、ピュレより、うん、ちょっと罪悪感が少ない。あれ？で、うん、最後の方に綺麗なの持ってきたじゃん。あれ？ランキング間違えたかな、いやいやいや、うん、これはね、うん、こういくらでも食べれるんですよね、これはちょっと何個か食べたらブレイクが欲しい、うん、確かにね、これはね、フェアリー系に見せかけてめっちゃハード系だから、でこれはハード系を見せかけて、うん、実は優しいかもしんない、ね、いい、あ、思いやりがある感じがする、思いやりあるでしょ、うん、バックアップポイントガードって、これほんまタイアス・ジョーンズですわ、タイアス・ジョーンズか、うん、プリジオーニか、プリジオーニ、うん、タイアス・ジョーンズ、うんうん、あ、これやんなかったわ、しっとりチョコ、あ、どうぞどうぞ、しっとりチョコはこれはね、マジ癖になるんだよね。だからやめた方がいいんだけど、癖になっちゃうっていう意味で言うと、まあでも今で言ったら、キャムかもしんない。わかる。なんかわかる。笑っちゃったけど、なんかわかる。でもそういう感じがする。癖になる。癖になる。絶対これ体には良くないな、体に良くないなだろうな、早べやめらんねえみたいな。ベビースターは、あ、ベビースターやってなかったっけ、これはでもね、インパクト強いんですよ、うん、だからパワーフォワード系のゴリゴリ系なんだよな、どっちかっていうと、これまあ、昔からあるお菓子ですし、ね、そう90年代、うん、もっと前からあったんだろうね、これバークレーだな、バークレー、うん、もう気にしてないのよ、うん、
食生活も気にしてない、うんうん、睡眠時間も気にしてない、もう何にも気にしてないけど、うん、出たらやるよみたいな。 I am not a role model。 そうそうそう、そういうことよ、うん、誰にどう思われようと関係ねえよみたいな、うんうんうん、バークル、まっすぐだよね。そうそうそう、これはね、オッケー、オッケー。どこ、忍者飯がプリジオーニね。プリジオーニ、うん、ちょっとビジュアルプリジオーニに寄せてるわそれ意識して作ってるんですかね。意識して作ってるわそれいや、あ、これもなんか不思議な感じがして、うん、これこんなん昔からあった、最近でしょ。最近どこで出会ったのそんなの。だっていないじゃん日本に。ここ3年ぐらいでもうあった、それ。あー、ありました。あったんだ、うん、あ、そう、急に出てきたような感じがして、うん、でなんかお土産で多分もらったの、うん、超いいじゃんってなったの、うんうん、これ全然期待してなかったから、うん、こういうのはもう昔から好きだったから、まあね、うん、アメリカでいうとサワーパッチとか、うん、大好きだった、ね、ね、え、グミさ、うん、昔からあるなんかクマさんの形したやつあんじゃん、海外のやつの、うん、ハリボー、 あれも好きなの。ハリボーのクマ、うん、もちろんえ、真顔で言った真顔そんな質問して何聞いてんのOf course. いや、あれは海外のは違うんだよっていうのかなと思った。いやいや、いや違うんだよっていうのもありますよ。うん、あのじゃあアメリカのさ、うん、ハロウィンの時だけ出てくる変なでかい虫歯みたいなやつあんじゃん。でかい虫歯みたいな。でかい歯みたいなやつあんじゃん。なんか、ああ。あれ好き？あれはもう違うんだ。急にもうジャンルが違うってことね。もう、うん、バスケットボールをドリブル1回ついただけで、うん、この人バスケできるかなって分かるのと同じで、うん、グミはもうちょっと噛んだだけで美味しいか美味しくないかっていうのが、うん、あ、もう分かるんだ、うん、すごいねこれはもう、うん、どっかのグミ の, どっかの、 グミあの会社から来るよ。あ、くあ、どうぞ待ってます。プロフィールの6行目に書いてある。6行目に書いてあるからね、うん、グミ好きって。グミ語れるね。語れるよ、これはもう。俺一番分かってなかったよ、グミマジで。本当に分かんない。グミってなんだろうと思ってたんだ。奥が深いんです。ガムじゃねえし、飴じゃないし、みたいな。そうね。うん。まあ中途半端かもね。カテゴリー的に。カテゴリー的にでも一番だから、その、いい具合のとこ押さえてんだろうね。なんか、うん、分かってるんですよね。日本のグミのさマーケットって多分世界ナンバーワンなんじゃない？今で言うと、だってここ何年かで、うん、えらい種類増えたよ、コンビニの中でのグミ。確かに種類が、なんかあのラックのかかってるものの種類がめっちゃ増えた。確かに、ね、そのフェテチーネじゃないけどさ、うん、いろんなのが、うん、そうね、うん、美味しくできるんだよね。日本人ってすごいね。日本人はすごい、本当に。これは凍らすの ?No。あ、これは凍らさないんだ。No。よー。むずいわ、うん。ハリボは凍らす。ハリボは凍らすの。むず。むずいわ、うん。これなんかもう、あの、何が。トラベリングで何がユーロステップで何がゼロステップなのみたいなぐらいのところ来てるよ。審判の目だ。審判の目だわ、うん、分かってる。難しいわ、うん、俺もうわ、え、歩いてるじゃん。いや、あれはセーフ、あれはセーフ、うん、え、あ、ピピピピ歩いて歩いて歩いて、え、みたいな、うん、今ジャンプストップじゃない、うん、こうだ、うん、こうじゃない、軸足ブレたとか、ちょっと、あ、突き出しみたいな、うん、やば、グミ電話かかってくる。かかってくるか。嬉しい。グミジャッジで。うん。うん、すごいな。I'm passionate, man. 情熱的だわ。情熱的。グミに関しては。グミのこと喋るときの目がもう、ド直球なのよ、マジで。急に。いつもなんか笑ったりとか、ふざけたりとかすんのにさ、えらい来るな、ド直球で、と思って。
いやーすごいわ。うん、ちょっとグミ勉強させてもらえますか本当に。いつでも連絡して質問とかあったら。オッケー。はい。みんなも好きなグミリクト君におすすめあるよっていうのあったら、もう知ってるかもしれないけど教えてもらったらね。お願いします。グミ博士にね。うん、もう、うん、それがだから博士ではないから。トラベリングかね、ユーロか。もうギャザーステップなのか、うん、もうその辺ちょっと判断してもらえますから。うまいかうまくないかはもうすぐ分かるんだけで、うん、その種類はあんま知らないから、うん、ぜひ皆さん教えてください。ね、これ試してこれ出ましたよとかね。イエス、大変よグミいっぱい届いちゃって。よ、全部食うじゃあ僕、はい、1位いきますね。トップ僕今もうドハマりしてるんですけど。何それ。この exactly これじゃないの。今日はドンキだったからこれしかなかったんだけど、セブンイレブンとかで今ナッツにトリュフのフレーバーで混ぜてるやつがめちゃくちゃ美味しいのよ。へえ。まあ as you can see 俺ナッツ大好きなのよ。好きだね。なんかこれもなんか豆とかナッツが大好きなの。つまみ系がこれのこのトリュフのやつ、これ実は俺初めて買ったんだけど、その黒トリュフシリーズがそのドンキはこれだった。でもセブンとかはすんごい出てて、なんか都会の、まあ、こういう言い方したらあれだけど、都心のセブンとかにはすんげえいっぱい出てんだよ。でちょっと郊外行くとあんま見ないんだよね。あれどういう分け方してんのか、なんかトリュフは都会だみたいなあんのか、まあ、よくわかんないけどトリュフのこのシリーズは、トリュフのポテチとかもそうだけど、うんうん、とにかくトリュフシリーズはもう目がない俺は。トリュフってあのトリュフス、トリュフス、yeah、 okay, okay. You wanna try? Yes。 これどうなってんだろう、俺も初めてだけど、なんかいきなり、ああちゃんと個別包装になってるわ。あ、へえ。 Okay、 Thank you。 この独特の大人の風味がありますか。黒いトリュフ、これ高いんだろうねきっと。もう本当のトリュフはね、よくさパスタとかイタリアンとかでもトリュフのあのパスタとかあんだけどさ、うん、すごい美味しくてさ、うん、昔はそんなこんなお菓子に かかってるようなもんじゃなかったから。うん、すごくない。うん、アローマが超トリュフ、ね、トリュフ、うん、おいしい。おいしいっしょ。うんうん、なんか世代を感じるよねこっちグミとかトッポの話してるときに俺トリュフの話してるからやっぱおっさんだなまあこっちのトップ5とこっちのトップ5、うん、どっちの方が若い人ですかって言ったらまあ分かるよね。まあ分かるよね。まあ分かるね。この人ゴリゴリのインサイドばっかりやる。スリーポイントラインなかったんじゃないみたいな。そうね。これは、うん、もう美味しい。高級だし、うん、もう外れがないから、うん、もうやっぱりクラス的に言ったらもう one of a kind だね。それこそレブロンとか、わあ、そこまで、KD とかみたいな、こう、ここまで行く。なんかこの商品がっていうよりはそのトリュフシリーズがね、美味しい美味しい美味しい。絶対外れないでしょ。外れない、ね。超ハマるこれ。ビール合いそう。最近これなんかいろんな現場に俺が好きで。持っていくのすぐなくなるんだよ。みんななんかこれ美味しい美味しいっつって食べちゃう、なんかちょっとおしゃれだしね。ちょっとね持っていく、うん、あそうね、うん、えトリュフですかみたいな、ね、ヨーロッパの人とかにもさ説明できるからさ、うんうん、なんか It's trifles とかって言うとおーとかって言ってそうそう喜んでくれるから。また普通のナッツとは違うもんね、うん、ちょっと何かそうなの、うん、うん美味しいっしょ。美味しい。結局俺このミックスナッツが好きなんだね。僕がね。ミックスナッツで始まってミックスナッツで終わってるもんね。うん、実は嘘じゃなかった。あ、そうだよ、うん。しかも人のグミさ、2個もグミあんのかよって俺もあったじゃんね。結構似てますね。
戻っちゃったよ結局、うん、OK、じゃあこのエース級の俺はこれで OK リト君の1位が、じゃあ僕の1位はですね、うん、まあこれもベタなんですけど、うん、まあそれは鉄板だよね、うん、王者じゃないそれはやっぱり、ね、うん、これはもう、うん、これ外れる時ないもんね、ない、うん、いつでも食べ、朝ごはんでもこれ食べる、これさ、うん、すごい最近不思議な俺の中のスタンスで、うん、たまに食事扱いの時あんのよこれ、食事扱い、うん、だからお菓子こういうのとかってお菓子じゃん、お菓子、お腹すいたこれ食べようってならないじゃん、ならないね、でもお腹すいた時間ないなんかつながなきゃっつってこれん時、うん、ああるんだ、これできちゃうのよこれ、宗太郎さんもあるんだ、そう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 、だから現場とかで出れない、うん、でも控え室なんもない、うん、弁当みんな持ってっちゃって、で俺もういいよみんな弁当食いな食いなっつったら1個足りませんでした、あ弁当ねえやみたいな、うんうん、何があるだろうってなった時に飴チョコレートじゃがりこってなってたらさ、うん、飴でお腹いっぱいにしようってなんないじゃん、ならない ね、うん、でチョコもお腹いっぱいにするには違うなってなんで、うん、一番食事に近いおやつなんだよ、ボリ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 何本でも食べれるからね、腹いっぱいになるまで、でとりあえず1時間これで、うん、ね、つないで、つないで出れる、本番終わったらなんか美味しいもん食べに行こうみたいな、そうね、うん、いやこれはこれなんかいつもと違うね、カップじゃないんだもう、カップじゃないのが大盛りだって、あ、うん、しかもこれサラダビッツってさ、この短いショートだよこれ、あショート、うん、はい、ほらその一口サイズって書いてある、あ本当だ、あニューワンじゃないこれ、ニュー、わかんないけどいつもはカップに入って長いやつだよね、確かに、うん、これさ、なんか、うん、パチパチ、まあこれ関係ないけど、これいいよね。いいよね。カップの方がいい、じゃがりこっぽいけど、そうそうそう。これいいよね。実用的な、これがトラベル用品としてはいいんじゃない、うん、そうね。うん。これはさ、なんだろうね。NBA 選手。これはもう、ベテランのマックス2回更新してるよ。ラス。今のラス違くね、ね、今のラスやめとこうよ、じゃがりこに失礼だ、ね、確かに、うん、これはね、これはや、これはでもどうだろう、ヤニスとかじゃない、今で言うとヤニスかもね、なんかでもね、でもそこまでめっちゃ主張してこなくて、でも鉄板でいるから、うん、ジミー・バトラーとかじゃない、あプレーオフとかいざとなった時絶対鉄板じゃんだって、それはあるね、うん、俺だって現場入る前の控え室とかにさ、うん、スタッフ用とか出演者用とかさ、うん、うちの会社で備品揃える時絶対買うもん、喜ばれるよね、置いと、置いといたら嫌がる人一人もいない、一人もいないよね、これとあのサラダなんとかっていうおせんべい、サポロポテト、あ、じゃあサラダ、サラダなんとかっていう白いおせんべいがある、白いやつね、そうそう、あれも好き、あれ超美味しいの、うん、あれを嫌がる人誰もいない、いないいない、うん、うん、あと性格いいんだよね、性格いいの、じゃがりこサラダせんべいはさらに性格いいけど、うん、ピュアな、もうなんか嘘だからあのスプラッシュブラザーズじゃない、ステフ、ステフとクレイじゃない、ああ誰からも好かれてるじゃんだって、そうか、うん、あ確かにステフに見えるんだこれ確かに、あステフだねこれ、分かる、うん、サラダのおせんべいはあれクレイだよ、クレイだな、うん、あれは間違いなくクレイだ、あれクレイ結果王道いったね、あー行っちゃった、ね、うん、でもまあまあまあでも間違いないよこれは、うん、うん、ちょっと悔しかったんですよ、うん、あじゃがりこいっちゃう
て。でも行っちゃうでしょ。行っちゃったね。だからナンバーワンとしては、うん、なんかそれの方が トリフルの方が、うん、あ、これトリフがかっこいいと思う、うん、見た目やね。見た目も、うん、そのチョイス的にも。あ、チョイス的に、うん、いや俺今本当にこれハマってて、そのなんかセブンイレブンが急に出したのよ、うんうん、それでなんかフラッと買ったらめっちゃ美味しくて、見つけるたびに買っちゃうんだけど、今回はドンキだったんでこれにしましたけれども、でもなんとなくみんなもね、うん、分かってくれんじゃない、これは。そうね、うん、視聴者層によるな。中学生とかあんまりこれ行かないっしょ。行かないね。ね、うんうん、やっぱこっちだよね。そうね、うん。どっちかというと。おっさんずとおばはんずはみんなこっち分かってくれると思う。ね、うん、分かってくれると思うよ。グミみたいな。グミ食べんの今日もグミみたいな。そうね。仕事してる人はこれいいかもね。ちょっとこれさ、その歯応えとかでちょっと脳みそリフレッシュされるっていうかさ、これおすすめ、うん、あの仕事してる時にうまい、うん、これまあぶどう味は結構おいしいけど、うん、もっとおいしいのあるから、うん、そういうことね。ああ、おすすめ。残業とかちょっとグミトークをね、うん、みんなコメントください、はい、あとはそのこういうお菓子いいよみたいなね、うんうん、また語っちゃってるよ。いやこれはでもやってよかったね。よかったね、うん、最初のニックスの話いらなかったんじゃないかって。オールカットでもいいか、ね、オールカット急におかしな話だけして、うん、飯食って歌詞出してきたぞあいつらつってな感じでね、はい、まあ、せっかく会えて本当にこうやってね楽しくお菓子話ができたのは本当に良かったなと思うんで、まあもうコロナもいい加減にしてほしいから、うん、こっからなるべくね、なんか俺も行ったり、リクト君もチャンスあったら来たりとかね、うんうんうん、でゴルフ行こう。ゴルフ行きましょう、うん、で日本じゃなくて向こうでもいいし、うん、あとはみんなとオフ会ね。オフ会、うん、うん、どうやってやんだろう、想像できる。オーガナイズまず俺たち、うん、むちゃくちゃじゃん。むちゃくちゃだね、うん、分かってもらえるかな。まあまあ最近長いから、うん、うん、まあみんなもう分かってる、ね、まだまだ、うん、そうだね、うん、かかるし、そうだね、ちょっとずつオーガナイズして、うん、ちょっとずつオーガナイズしましょう、うん、OK。 じゃあ次は来週、来週大丈夫、うん、うん、了解。じゃあね、今度からまたモニター同士でちょっと離れ離れになりますけどね、はい、まあ今日は会えたんで、はい、楽しい話できてよかったです。よかったです。ということで今回の、NYK 再建プロジェクトはこんな感じです。ゆるりと楽しんでください。ありがとうございました。ありがとうございました。 Go Knicks、 Go Knicks、エンド黒トリュフ、エンドじゃがりこ、スタッフカリー